さあお待たせいたしました、マッチ2エースゲーミングがブルーサイドでスタートしておりますが、さあまずはセレスバンから始まったこの試合展開、対するロックスアルマダは、かなり得意ヒーローでもあるイドリスをバンするか、そしてイドリスをバンしたとしてその後ケストレルを即ピックするのかというところも注目です。いやさすがにイドリスはやはり消しましたね。お互いの得意ヒーローを封じてきた、バンからスタートしております。さあとなるとエイズゲーミングはやはりケストレル、いやここキャサリンなども空いている中でやはりここはクリエーションの得意ヒーローケストレル未だ無敗というところを選んできましたね。このケストレルが本当に強いのでエイズゲーミングのクリエーションが使うと、もう止め方っていうのが何かやり方があるわけではないので、どうにかこうにかして捕まえなければいけないんだけど一度も捕まらないと。いやここでさあファストピックでクラルを選んできたのはロックスアルマだと。まあそうですね、エースゲーミング確実にこのクラルは消すつもりだったと思うので、セカンドバンクラルの予定だったと思うので、まあ先に消したのはいい判断だと思いますね。そしてライラ、まあこのエースゲーミングの狙いはやはりケストレルサムエルからのレーン上での圧力なので、そこを助長させるこのクラ、ライラは消しておくと。さあそしてエースゲーミングはバロンをバンということで、キャリーに対しての攻め、そしてキャサリンではなくここはグレースを選んできたのはロックスアルマだ。徹底してエースゲーミングのスコッサのキャラクターを消しつつクリエーションのキャラクターを消すという、まあ、チームの中核になる 2人を止めに行く作戦ですよね。まあイドリス・ケストレルのどちらか取られてしまうのでそこはしょうがないとして、さあそしてエースゲーミングクラルも見えていますが、やはり中盤からケストレルがいるとやはりね中盤からタルトを折ることができるということでダブルレンジを選んできました。さあこれがまあ基地と出るか京都出るかというこのタサ・サムエルが今エースゲーミングの中心になっているが、さあそしてロックス・アルマダはセレスに代わるハードキャリー、クリスタルのハードキャリーはスカフという結論になりましたね。これも去年の冬ですかね、2016年の冬シーズン、ウィンターシーズンの時はキャリースカーフが本当に強かった時代もあって、まあ、そんな中でもドルイド選手はスカーフが入る中でもセレスを使っていた時代もあったので、まあ、セレスに代わるキャラクターとしてのこのスカーフ、まあ、彼であればスキルショットの精度の高いドルイド選手であればもちろんこのスカーフを使いこなすことはできると思いますし、ただまああとはあのレーンのプッシュ能力というのも高いので、レーン上を押されるということも比較的心配はしにくいかなと思いますが、しかし相手のキャプテンはランスということで、一回のランスに捕まってしまうと集団戦が終わってしまう、そんな可能性すらあると思いますね。射程だけで言えば当然セレスにも匹敵する存在なんですけども、やはりスキルショットの当て方も違いますし、その近づかれた時の対処法というのもセレスに比べたら全然違いますので、そういったところね課題というもの、それにまあ中盤もタレット折るスピードは速いんですが、ミニオンに対する速さっていうのはグープを使っていかないと、苦しいものだと思いますから、そうです、ね、やはりサムエンなどの圧力はまだまだ辛いというところ。まあワンウェーブは耐えられますね。1回目のウェーブはスピットファイヤーグループで燃やしてしまえばいいんですけど、まあ、次のグループが湧くまでのクールダウン中にもワンウェーブを押し切られるような形だったりとか、あとはミニオンキャンディーを使われてミニオン強化されてなかなかその単純にグループだけで落とせなくなった時というのがかなりきつくなってくるので、まあ、逆にエースゲーミングの攻め方というのもかなり楽しみな試合になるんじゃないかなと思いますね。さあミッドゲームを軸に戦うエースゲーミングに対して後半非常に強力なスカーフを育てるための時間稼ぎというものが求められます。果たして勝つのは一体どちらなんでしょうか。お待たせいたしました、本日のマッチ2エースゲーミング VS ロックスアルマダ試合スタートです。さあ始まりましたブルーサイドエースゲーミング、アンケートの結果はおっと 62% でエースゲーミングサイドが優勢という形になっております。サマーの一番最初でやったら結果は真逆になってたでしょうけれども、このサマーシーズン7週間を通し、まあ日本の見ている視聴者の皆さんもやっぱりエースの方が今は強いというのを強く感じているのかなと。さあ序盤から攻めてきますがロックス面白い位置で陣取っている。さあしかしタサクリアリングバレてしまった。さあここはマンゴーのスタックを試させるがガイシアがワイは取っていないですね。1つから取っているんだが、してますね。さあどうだ、取ったのはロックスアルマだ。しかし1つ、そして3枚のダメージもかなり大きい。ただダメージをもらったエンジニアスがバフを持っているので、さあこれは継続戦闘もできる。ドルイドもスピットファイヤーで応戦しますが、さあしかしやはりクリエーションの圧力は非常に強力。さあスピットファイヤーだけで何度か戦っていきたい。さあそしていいタイミングで近づけている。マンゴーも張り付いている。スコッサだけでも落としたい。さあもうじゃ鉄使いますか。
えている。しかしタサにもいいダメージが入っているぞ。これはロックサルマダうまく応戦しているような形。エンジニアスがしっかりフロントラインを張っている。さあクリエーションだけでも捕まえるか。まだミスがない。祝福からスローかけてドラゴンブラッドも使っている。しかしスピードファイヤーよけている。さあ一つでフォロー。しかしここは耐えられず、ファーストブラッドを獲得したのはロックサルマダ。いやこの返しは素晴らしすぎますね。序盤特に1レベが弱いクラル&スカーフコンビですけれども、よく勝てたなと本当に思いますね。いや素晴らしい間合いです。相手は逆にレベル1最強と言っていい3人なので、ランス、サムエル、ケストレル、どれを取ってもレベル1が本当に強いキャラクターなので、絶対勝てないと思って僕も見てましたけれども、よくマークあそこまで引き切って、そしてエンジニアスが持った回復バフをうまく生かして1秒回復しつつもう一度当たり直すのは非常にうまかったですね。中盤だけじゃなくてこういった序盤に対する対エースゲーミング戦の研究もよくできている証拠ですよね。入ってくるのはやはり分かっていたと思いますから、しっかり引きながら引きながら、まずはミニオンの奪い合い、あれ奪われていたらそのまま下がっていたかもしれないんですけど、奪えたことによって下がりつつもう一回カウンターで応戦するような形になれたと。さあしかしおっとこの2分台から、早速タサは上に上がってきているようです。んそしてブーツインからクリエイター前に出ましたけれども、このブーツインはあまり効果はなかったですけど、ロックスもしっかり対応しています。ガンクは失敗、まあ、そうですね。ドルイノにもブーツを履かせたということにはつながってますが、さあエルダートレンチと先ほどマンゴ選手取りましたけれども、この2回目はちょっときついか。やはりクラルとの間合いというものを考えないといけませんので、うん、ただそうですね、クラルがあの隣側にいるかもということは読めていたので、そう簡単に手は出せなさそうですね。うん、クラルがいないところを隙を縫って、やるという判断が求められますが、周回がね、お互い噛み合っているのでちょっとクラルを無視できる存在ではなさそうだ。うん、そしてクラルが奥に行っている間にスコッサも見てましたけども、エンジニアさんもしっかり寄ってきたことによって、まあ、いかにもクラルがいるかのような形になってますね。うん、お互いエルダートレント戦は重要視しているようです。簡単に野放しはしないが、先に触ったのはエースゲーミング。さあこれは相手との周回も合わせられている。そしてクリエーションもしっかりグループアップ。これはローリスク、うまいですね。ドリード選手は1回リコールしてビルドを整えに行っている間に、逆にクリエーション選手は押し切ってローテーション下に降りてエルダートレントを確実に取ると。うん、やはりサムエルとクラルではね、ファームのスピードというものが違いますから、そういった隙をねしっかり塗った迅速な判断でしたね。まあ、そこを使いつつ、しかもクリエーションのファームもしっかりと合わせての判断、非常にうまかったですね。そしてパッシブを貯めて上に行くつもりですか。さあしかし待ってますね。この、ショップ横が来るのを待っているようですが、周回的には後ろから行く流れですので、これはいません。まあ、今本来タサ選手真ん中のトレントを買った後に真ん中に来るのが普通だったんですけど、刺したのかどうか分かりませんが一回後ろに下がりましたね。ですね。それによってマンゴー選手のあのブッシュでの待機というのが結果的には無駄な時間になってしまったということで、ここはむしろタサ選手の判断を褒めるべきかもしれないですね。いや序盤からしっかり判断ができているみたいですね。さあそして入りに行ってジャングルも活性化してタイミング。さあ、うん、ここでサムエルがやはりね生きる時間帯です。ここがやはりロクサルマ的にも課題となっているはずですが、さあ研究の成果が出ているか。いやすごいダメージ。さあクリエーションかなりの火力を持っています。このコンビに対してさあスカーフ、クラル、そして、グレースで対抗しないといけません。スカーフ比較的ラスイット取りにくい印象ありますが、ドリザ選手しっかりと取ることができてますね。そしてフロストバーン、韓国の選手はこのスカーフかなりシャッターグラスを好むイメージがありますが、まあ、ダブルレンジということもあり遠距離からスキルを当て続けなければいけないので、おっと裏からガンク、うまいミスト入っているが、しかしバレている。一つでフォロー、なんとかモージャン哲也打たせない。ナイス。さあそして上恐竜でタサも合流。素晴らしい一つによって仲間を救う。さあドリードに一発当たっているが、いやもう一発当たってる。さあこの流れでマウントを作っていくか。ただまだちょっと、うん、漂流が10秒以上開かないので無理ですね。ですね。スカーフもしっかりグープで処理しているので、これは上に圧力はかけられる。やはりウェーブ処理早いですね。スカーフかなり思っている以上に早いですね。かなり早いので、そして、まあ、グープ10秒はあるんですけど、クールダウン的には10秒ありますが、それも若干待てばすぐ戻ってくるものではあるので、なかなか簡単に漂流を使っての圧力というのは作り出せなさそうですね。
さあそしてお互いのジャングラー6レベルになったタイミング、ヘルズハート、忘却、どれもキルをねつなげるためには非常に重要なスキルが揃いました。レベル6においてかなり強い部類に入ってくるスキルかなとは思うので、このヘルズハートや忘却をうまく使って圧力を作り出していきたいですね。さあいや負けていません、むしろ決勝にしっかり勝っているこのスカーフの周回です。プッシュ早いっすね、本当に早いですね、ガンガンプッシュしてるので。これによってエースゲーミングの得意なものはできていないが、さあグリマショットはしっかり起きている。祝福にガイシア、これは近づけない。石シャツ、これはエンジニアス、さあ十分なダメージが入っているがインフュージョンはまだレディーしていない。今ここで使います。さあしかしどうだ、さあスピッチファイヤーを少しがボディブロックしてミニオンを大きく生かすような動き。さあ距離マウント始まりました。ただ前漂流、さあしかしエンジニアスがかなり溶けている。再生の泉を使わされてしまいますが、クリエーションにもいいダメージが入っている。さあスピットファイヤーしっかり打っています。タレットに対するダメージはそこまでは大きくないですね。そうですね、タレットにはあんまりダメージ入らなかったですね。その分エンジニアスが大きい。おーザートだか、さあしかしタサに刺さっている。さあここはしっかり張り付いている。再生の泉も使うが忘却、眠っているがどうだ、マンゴーだけでも落としきれるか。さあここはジャングラー同士の交換。さあしかし狙いはエンジニアスに変えた。さあブーツも使っている、飛び込んでいるがガイシアで守って、さあここはグリマショットダブルキル。さあやはり強いマンゴー張り付いたにもかかわらず、ここは2-1交換。さあ一つ先読みのような形だがガイシアで近づけさせている。しかし素晴らしいグリマショットが、これはミニオンに当たる。さあこれは 2-2 になりました。しっかりスキルを当て返しましたね。かなりエナジーがクリエーションもなかったので、確実にグリマショット当てなきゃいけなかったんですけど、うまくいかなかったですね。さあこの注目の中盤戦でしたが、ロックス負けていない。一応ここに関してお金さんもゼロですし、まあほぼほぼないですし、タレットもほぼほぼ削れていないので、単純に有利を取ったのはエース、あの取れているとは言えないですね、エースゲーミングとしては。そうですね、インフュージョンさんあった中での集団戦でしたからね。それでもキルの交換は結局は 2-2 の交換になったので、まあエースとしては崩したかったタイミングうまく崩しきれず、逆にロックスとしてはまず1回目を耐えなきゃいけないタイミングをしっかりと耐え切ることができましたね。さあそしてドルイド2手目イーボーハーベスト、3手目クロックワーク、これは完全にセレスと同じビルドパスをしています。もうセレスとやることは一緒ということですよね。ガンガンスキルを回してガンガンウェーブを処理しつつ相手に圧力をかけてタレットを折るとですね。上での戦い方はセレスよりハラスよりもといったところですが、すごいダメージ、距離マウントかなりのダメージ。さあしかしここはディバインヒールで回復している。マンゴー殴れているがクリエーションがしっかりフォローしている。グープはギリギリ当たっているがスピットファイヤーでダメージを返していく。ドルイドはフリーな状態ですが、お互いのフロントラインがかなり削ってしまっている状態。さあドルイドよく当てています。エミン選手のスケーショットの高さがすごい。さあしかしエンジニアスが狙われる。いやだってがしかしタザにも十分なダメージ。ヘルザート、これはなんとこの至近距離を反射ブロック、これはクルーシブルも期待できますね。そうですね、ブッシュからのスピ、ヘルザートじゃないとちょっと狙えなさそうかなという感じですが、さあレベル8になったスカーフ、スピットワイヤーの弾速は非常に上がり、ダメージもどんどん増していくの で, です、ね、かなりクリエーションとしては厳しそうですね。クールダウンも上がります。非常に強力な、フォーク性能を持ったスピットファイヤー。ドルイド選手のビルド見てくださいよ、530ですよ。おお、ドラゴンブレス一切、つまり集団戦はしないということなんですよね。このビルドをするということはグープのダメージとクールダウンをガンガン上げて、もうミニオンウェーブをとにかく今は耐えないと集団戦をしても勝てないので、なるほど、とにかく今はウェーブクリアをして耐えると。そのためのもうバロンの時にやっていたのと同じですよね。同じですね。山嵐を4上げしてからジャンプジェットを上げる、5上げするのと、まあ、似てますね。あれと同じ理論だと思います。最速5レベルにはなりませんがというようなところで、さあリスクを取って、さあ横漂流540ですからね、これですね。さあなんとかいなしてはいますが、さあここでウェーブが来たらちょっと苦しいか。マンゴーは裏を選ぶか。しかし地雷を処理して、ただこれで地雷を処理しているだけで相手としては圧力になるので、まあ、前に出すぎるわけにはいかないということですよね。裏番号警戒しないといけないですからね。さあそんなものお構いなしにミニオンキャンディレディからタレットに圧力をかけるつもり。さあ後ろからマンゴー来てるが外車で動きが止まる。クリエーションが、いやエンジニアスに加えてタレットまで大きなダメージを与えられてしまう。うん、だいぶうまくやってますねクレ、エースゲーミング。いやお互い研究がしっかり行き届いています。さあ今度こそマンゴー裏ガンクを狙ってるが分かっている。さあしかしフレアでバレているが、さあ反射ブロックを巻いて至近距離からヘルスアート、今度はタサにフォーカスチェンジ、かなりのダメージを与えたが、しかしこれ以上はいけない。し
かり対応された。忘却は反射ブロックでブロックしました。まるでスコッサージャングルの中に視界がないのに見えているかのように裏から来るのを予測してましたね。うん、マンゴーのその後の対応も面白い動きをしていましたが、ガイシャを反射ブロックを使いながら突っ切ったことによって結局ガイシャに当たってはなかったですけど、まあ、ガイシャも食らわずにパサーもしくはクリエーションを殴りに行ける形が取れてはいましたね。さあしかしこれはエースゲーミングが得意な中盤攻めの戦略を封じてるとも言える結果になっています。11分まで伸びている、この構成において11分まで伸びているのはかなり珍しいことだと思いますね。エースだと大体10分以内には折り切ってくるのでですね。このスカーフのお金のため具合も注目したいところですよね。何よりラストヒットの取り方が綺麗すぎますよね。クリエーションと比べて、まあもちろんジャングルもらってることもあるんですけど、ドルイド選手が勝ってますからね。うん、時代がドルイドに追いついたといったところですか。しかも550ですよ、ビルドパス。さあかなりドラゴンブレスは重要視していない。さあボディブロックしているが上からクリエーション、ね、さあゴールタルトが折れるがカウンターマンゴー狙いたいがガイシャの壁で弾かれている。そしてヘルズアウト、ブロックはできませんでしたが苦しみのタイミングがかなりうまかった。さあしかしリバインヒルでマンゴーはフロントラインを張っているがガイシャでゴロサル、ミストはブロックしているがしかし追い切れない。いやただずっとドルイドがフリーですからね。スピットワイヤーをずっと当て続けてますよ。それによってカウンターも狙える。さあ前恐竜ドルイドに当てている。さあミニオンの上もしっかり処理。いやクロックワークとインフュージョンができた瞬間にドルイ選手一気に強くなりましたね。やはりこのスキルの回転が重要。あ、倒せてない。タイミング、さあミニオンは取られてしまう。そして選んだのはキングオーダー。いやうまい、このローテーションも素晴らしい、素晴らしい判断。相手の体力そして状態を、把握した上での判断です。さあ大量のゴールドボーナスを獲得したのはロックスアルマダ。迅速かつ丁寧で素晴らしい判断の連続だったと思いますね。なのでロックスアルマダとしては折られたにもかかわらずお金差は1計差ないので、まだまだ大きな有利を築けたとエースゲーミングとしては言えない状況ですね。ですね。本来ファーストタレットを早めに折るメリットとしてこの金鉱弾などが挙げられるわけですが、 そうなんですね、それが逆に取れているのであればそこまで大きな痛手とはならない。お金をどんどんこのタレットから有利に稼げるというのが、さあ1つ当たっているか。さあクルシブルも使っている。ガイシャの壁はしっかり防いだ形。さあしかしエースゲーミングもう使いましたね、再生の泉。ということはまだこのままレンジをプッシュし続けるということでしょうね。これがどう影響するか。ドルイドとエンジニアスに対してはいいダメージが入っているが、いやただ通り道にグープが置いてあるのでウェーブの進行も遅くなる。そして早めに処理されてしまう。いやドルイド一気に4武器完成ですねこれで。さあ完全にドルイドのパワースパイク来ましたね。4武器そしてレベル12552のビルドパス完全に出来上がりましたね。クリエーションよりレベルの上がり方早いですからね。うん、お互いのハードキャリーのこれは戦いになるぞ。さあただ今度はレーンを猛プッシュしてるのはロックサルマダ側ですね。クリエーションもこれ気づいているが早い、かなりの削れ具合。いやすごい削れ、あこれ折れますね。いや折れましたね。これはグープのダメージ、グープの5上げが効いてますね。こうなるとうん非常に大きなダメージでした。これだけスピットファイヤーが当たるならやはりグープを5上げした方が強いと思いますね。とにかくスピットファイヤーが当たるので先ほどからですね。クロスバーンも相まって一発もらってしまうとかなり動きが制限されてしまいます。これにはエースゲーミングのクリエーションもかなり苦しい。さあ地雷で分かっているがこれは間に合わないか。さあエースゲーミングここでリコールを選んできます。さあ1本同士誰と折り切っているのでそろそろロックサルマダとしてはカウンターをしてどんどん押し込んでいきたいタイミングになりますが、さあリコールシーンが分かっているので金鉱弾を選んできます。さあクリエーションだけがいるが、さあ遠目からクリマショットだが、さあしっかりエンジニアスボディーブロック、中量のゴールドボーナスを獲得したのはロックサルマダ。少しのリードもしっかり取り切る判断をしてますね。さあ完全にロックサルマダがお金差でもリードをしてしまう形になりました。ここでクラーケン、さあマンゴーは後ろから、しかし地雷で分かっているが他サにスピットファイヤーが当たっている。これはもう逃げられない。いやドルイドしっかり当てている。いや苦しみをブロックしましたがクリエーションが捕まっているぞ。ドラゴンブレスから姿を見せている。そしてしっかりサムエルも倒してお互いのキャリー対決を制したのはロックサルマダ。いや素晴らしい終盤戦、プッシュしてクラーケンでしょう。プッシュしてクラーケンに行くでしょうね。そしてドルイド選手はタレット狙いに行くんじゃないかなという動きになりそうです。いやー完全にこの 2.7 パッチロックスアルマダの時代といったところでしょうか。非常に
相性がいいですね。いや帰ってきたロックスアルマダ感じますね。ここも一発二発キャリー陣に400-560以上のダメージ。ただこれは素晴らしい練習してたというところなんですけれども、殴られてしまったら意味がない。さあそしてここもしっかり防脚もブロックしている。そうなんですよね、足止めは食らったんですけども、やはりシバースチールとパッシブのスローで全く動けない上に防脚をブロックされてしまったので、タサ選手は何もできずに落とされてしまいましたね。さあエースゲーミング得意構成ダブルレンジの中盤圧力をかける構成をしっかり完封して、さあファーストクラーケンを迎えているのはロックスアルマダ。さあクリエーション面白いチールか。さあクリアリングされる、された奇襲に対しても備えている。さあマンゴーの位置分かってないんじゃないか。これはヘルザートたけてないと思いますね。これヘルザートイン全然伺いますよ。コスさ守りきれるか。おっと今耐えた。さあ裏から回り込んでいるが、さあウォードレットで差がある。ブーツアウトをして、さあだいぶクラーケンも処理できていますが、さあクラーケン越しにドルイドにもダメージを与えられていますが、さあここで忘却、ここが苦しむでブロック。さあ一つもうまく避けました。強引に折り切りましたね。スカーフだからできた仕事だと思いますけど、うん、セカンド、2つタレットを折ることに成功したロックスアルマダ。セカンド、タレットをサードタレット取っていって、一気にまたこれで有利が広がりますね。そしてセントリーも取り切れるとですね。これは取れるでしょう。いやーとんでもなく狩るのが早いですね、このスカーフミニオンを。さあおっ と, とこのミニオンを、うん、ここはギリギリのタイミングで下がりましたね。でイージス4武器からの防具1つ完成しましたね、ドルイド選手。さあフルビルドにも近づいている。1つはうまく地雷で分かっている、起きている。さあ外車の壁クルーシブルも合っていましたが当たっていない。さあドラゴンブレスです。速度アップ、クリエーションの姿が見えている。ここは素晴らしいドラゴンブレス、カンパ用に使ってますね。いやそうですね、ドラゴンブレスやはりこのステルスの相手にすごく強いんですよね。ステルスをしててそれカンパすることはできないんですけど、ダメージを与えることができるので、大体この辺にいるだろうっていうのさえ分かってしまえば、そこにまあ向かうようにドラゴンブレスを吐くだけで、しかもこの時間帯のブロックミスも出来上がっていればとんでもないダメージが入るというところで、このクリエーションのケストレルを倒す上では非常にいいスキルになってるかなと思いますね。さあエースゲーミングが得意としているブルーサイドでここまでロックスアルマダが制しているというのは、いやこれは注目の鍵です。ついにクリエーションに手が届くようになっているので、これはついにロックスアルマダが勝つんじゃないかというのも期待がかかる試合になってますよね。やはりロックスといえば上クリスタル下武器という構成が非常にマッチしている。さあパッシブル、いやしかし無視しているクリスタルセントリーを。さあスコッサなどがいるにもかかわらずクリスタルセントリーやって、さあ祝福いいんだがインストがあるのでここはこれ以上いけない。さあマンゴー飛びついていきますが、これは分が悪いですね。ただそれでも有利が取れているのはロックスアルマナーが間違いないので、このまま行くと押し切れそうですね、ロックスサイドとしては。うん、そしてクラーケンももう今湧くので、視界状況も圧倒的不利です。いやすごい視界の取り方をしますよね、エンジニアス。やっぱり視界を取るのにすごく長けているキャプテンだなという印象ありますね。とにかく勝っているときは地雷を置くので。さあこのドルイドのポークにタサで対応しないといけない。サムエルの旬は中盤ということで、後半もそれなりに強いんですが、やはりこのスカーフに比べると中盤ほどの強さはないですよね。さあやりましたね。しかしスコッサもこれは気づいてはいます。さあどうしますかね、ロックス一度ベートの形でさあポークに持ち込むか。いやロックスまだ離さない、クラーケンを離さないが、ここは一応下がる。マンゴーが面白い位置にいるが、さあミストでした。まるで気づいているかのような動きですね。一視察はエンジニアス。さあここは一度仕切り直しか。さあしかし当然エースゲーミング、クラーケンは気をつけないといけないので下手には動けない。ただこれをやってるだけでスカーフが強いですよね。そうですね、スカーフがやるべきことですよね、このポーク。ポーク遠距離からダメージを出すということ。さあ529、かなりのダメージ。クリスタルセントリーを処理しつつこれができるというとんでもないものです。でマンゴー狙ってますよ。ループがないタイミングを狙っていますが、さあウォードレットで一気に近づく。ヘルザート、よく避けているクリエーション。さあこれはヘルザートは不発に終わります。なので下がりますね。いやヘルザート今当たったかと思いましたね。しかもかなり当たってたらマックスレンジだったと思うので、最長射程レベルで当たってたと思うのでですね、集団戦が終わっていてもおかしくない場面だっただけに。さあグープかなりヒットしている。いやすごい大きなダメージだぞ。半分弱くらい削れましたかね。さあこれは逆か。いや当たっているぞ、かなり動きが止まっている。ブーツインから突っ込んでいくか。し
しかしこれはがんじがらめ、かなり動きが止まっているマンゴー、これ以上はいけないか、さあ一つ当たっているが再生の泉をもらう、さあターザンかなりフリーでダメージを出しているが落としきるか、落としきった、さあしかしその間にクリスタルセントリーを全滅させる、これはかなりいやらしい動き、いやーターザンとの戦い、さあ一つ当たっている、さあ忘却も使って、いや素晴らしい、ついに捕まる、クリエーションかなりローヘルスではありましたがなんとか耐え、そしてエンディナスディバインヒール使いますがさすがに分が悪い、今度は 3-0 のエースを獲得したのはエースゲーミング、よくスカーフに一つ当てましたね、あれで全てが変わりましたね、いやークラルに対する対策よくできている、マンゴーもアトラスの反射は非常にうまかったんですけど、ここですよね、ただもうこのあとスローでがんじがらめに合い一つも当たり、当たってしまうと再生を使ったとしてもちょっと耐えられるような状態ではありませんでした、いやそしてここも壁ドンスタンでどうしようもないですねこれは、いやうまくサムエルが機能した集団戦と言えるでしょう、そっとこの間際ですよね、ここですよね、この一つ反射ブロック持っていたんですけどドリード選手間に合わずでしたね、反応できずでしたね、となったらもうこれはもう完全に人数差というところで、もうこれはキャプテンではどうしようもないですねというような集団戦でした。さあここでセカンドクラケンを解放したのはエースゲーミング、タレットそしてこれ1本折りましたね、そうですねタレット1本、2本目のタレット折ってからのクラケンになりましたね、さあスカーフタレット前、そしてクラケン戦は非常に強力ではあります、しかしマンゴーがあまり戦力になるには防衛戦だと若干の戦力になるんですがあまり得意ではない、さあエンディアスさんに騙せる、いやよくブロックするスコッサー、しっかりこのクラルに対する研究の、成果と言える結果です、さあサルタルトもしっかり破壊してこれを毎回できる選手はそういないのですごいことだと思いますね、このですね、これできるチームは他にいるのか、さあ一つあここは眠ってしまっているが一瞬ダメージをもらってフォースタレット、その間にフリーで追っていったエースクリエーション、ただカウンターを狙いますか、さあ逆に一つ、しかしコスタがもう逃げられない状態になっている、再生の泉使いますが耐えきれるか、会社を使いますがどうしようもない、さあドラゴンブレスで速度ブーストだがマンゴーいけない、そしてタサが当ててるがドルイド対クリエーション制しているのはドルイド、さあしかしタサがここはダメージを出し切ったけどしかしとんでもないブロックミスを利用、さあここはどうしようもなかった、今のところまで泉が残ってましたがエンジニアス残してましたね、最後の最後救いましたね泉が、そうですね、これでエンジニアスが落とされていれば 2-2 というところだったんですが、まあ、エンジニアスは1人でこれで視界を取りに行くことができますよね、しかも今セントリーがいないのでエンジニアスがどこに地雷を仕掛けているかというのは全く見えていないと、うん、タレットさ逆転されたものの今まで気づいていたリードというものは維持できるということになりますね、まあ、この時間帯においてタレットが残り2本か1本かっていうのはそんなに変わらない問題なのでですね、バックドアの可能性がちょっと出てくるかどうかというところですけども、まあ、バックドアが1本だったらできるけど2本だったらできないかなくらいの差ではあるので、まあ、すごく大きな差ではないですよね、ええ、そうなるとまああまり今はもうタレット差はないと思って集団戦をした方がいいと思うので次の集団戦勝った方が確実にこの試合に勝利ができると、いや1試合目からこれは目が離せない試合となりました、エースゲーミング VS ロックスアルマダ、エンジニアスの視界確保が凄まじいですね、しっかり取っています、そしてフレアを10本持ちましたね、対クリエーション用もう地雷は置き切ったのでこれ以上地雷を置く場所はないと、このフレアをされてしまうとクリエーションも逃げる手段というのがかなり乏しくなってしまいます、さあまもなく25分というところかなり互角の試合を行っていますが、そうですね、そろそろクラケンも湧くということで最後の試合がスピットファイヤー VS アクイト祭壇という戦いですが、さあ引き恐竜ダメージを返しづらいか、さあスコッサがかなりもらってしまっているが、さあマンゴー来ている、さあブーツで下がるか、さあここはウォードレットで下がらせますが、さあエースゲーミングしかしタイルを封じられたような形になっているが、ドルイドずっと当ててますよスコッサに、スコッサそしてタサにもついに手が届く、さあ一つしかしタサがかなりのダメージを待っている、落としたノートポークだけで落とすことに成功、ヘルザートはブロックしますが見つけたぞ、もう逃げ切れない、2番にキルを待っている、これはどうしようもない、素晴らしい、おっと最後ミスト、いやしかし地雷がある、ただもう視界がどうしようもない、さあここはやられてしまう、スコッサを落としたらかなりエンドイットですけれども、さあどうだ、スコッサ落としているか、いや捕まった、捕まっている、反射ブロックコンバットロール使うが、いや逃げ切れない、ドラゴンブレスまで入っている、さあこれはエンドイットでしょう、 3-0 のエースを獲得したのはロックスアルマダ、
1本目を取ったのはロックスアルマダになりましたね。25分の試合、やはりこの 2.7 パッチ、上クリスタル下武器の環境が整っている。この昨今、これはロックスアルマダが非常に強いパッチとも言えるでしょうか。昔本当にこのドルイド、そしてマンゴーがやっていたジャングルの一部をドルイド選手に分け与えてお金を稼がせるという方法、完全に今パッチに合っていて環境に合ってるなというのを感じますね。いやー、完全にこの、ロックスアルマダの戦略が1試合目は勝ったという結果でしたね。お互いの得意構成ではあったついにものなんですけれども、クリエーションのケストレルを任しましたからね。ですね、初の敗北ではないでしょうか。ここももう退路を塞ぎ切って、もう逃げ場が相手はなくなったので、そしてずっとスコッサにスキルを当てていて、そしてここでしっかりとマスターサを捕まえ、一度引き切られますが、ここでもまだスコッサにスキルが当たっているので、注目点はやはりこのドルイドの動きですよね。ブロークミスのスタックはずっと切れてないんですよね。今5までたまり、そしてここしっかり反転を完璧なクルーシブル反射ブロックで防ぎ、いや、タサがブロックミスかなり溜まっているところだったんですが、ポークだけでね、タサを落とし切ったというところですよね。そしてもうクリエーション逃げた先は視界地獄なので、もうここにどこにいようが全部見えてますからね。さあ、このマンゴーの硬さを落とし切ることができなかったというような試合でございました。非常に面白いピックをして、そして相手を倒す、まあ、戦略というのは完璧に決まっていたなという印象を受けましたね。これはエースゲーミングとしても2試合目ちょっとクラルバンを考えたくなるくらいには厄介な相手だったかなと思いますね。ですね。そして今回ブルーサイドが次はロックスアルマダ側になるので、セレス、イドリス、スカーフと3つ見せてきたクリスタル、そしてハードキャリーというところで、どれかは確実に取れますよね。どれかはバンされても確実にどれかは取れるので、自らバンしても取れますね。そうですね、自らバンしてもどれかしら取れてしまうので、こうなるとロックスアルマダ側はかなりいいピックができるんじゃないかなと。いやー、これはクリエーションにないものというものをしっかり見せつけているロックスアルマダですね、かなり楽しみだなというふうに思いますが、さあ、何をバーンし何をピックしてくるかというのを、まあ、今のねこの若干のブレイクタイムで考えていくかなという感じですが、さあ、お待たせいたしました、マッチ2の2試合目、ロックスアルマダ VS エースゲーミング。さあ、ブルーサイドがロックスアルマダとなりました。今度はバン、さあ、ケストレルバンということで、イドリスは自ら取るのでクリエーションを完全に封じることができるという判断。さあ、イドリスバンです。ここのファーストピック、クラルがいいと思いますけどね、個人的には。そうですね、スカーフも空いてるので、セリススカーフキャリーには、まあ、そこまで急いで取る必要もないですよね。スカーフクラルどちらかは取れる、あ、スカーフセリスどちらかは取れると思うので、クラルが一番いいんじゃないかなと。ですね、ここでセリスを取る意味合いとしてはフレックスになるというぐらいしか利点がないです。そしてクラルを取れば後でバロンを組み合わせることすらできるので、まあ、ウェポンにはなってしまいますけど、それでもなバロンというプロテクトキャリー構成は作れるので、ロックスとしてはここはクラルのピックがかなり個人的にはいいんじゃないかなと思います。さあ、かなりボーナスタイムまで使ってファーストピック悩んでいますね、ロックスアルマダ。そうですね、まあ、この後のことを読んでるでしょうが、しかしここはクラルですね。エースゲーミング、そのクラルに対する対策かなりできていたんですが、やはりドルイドに押されてしまったという結果でした。そのヘルザートというのはちゃんと反射できていたんですけど、やはりサムエル VS クラルで触られてしまったりとか、あとはマンゴー選手のクラルメタルジャケット2つ積みに行ってましたけど、クリエーションに対しては非常に強力、あれをされてしまうとイージスメタルジャケット、メタルジャケットで積まれると、もうどちらかに行ってもう片方がフリーになっててもダメージが全く通らないので、そうなるとこのクラルをじゃあプレーで対処するのはどうやって対処しますかねっていうのが難しいと思いますね。まあ、その回答に中盤セースってことだったんだと思うんですが、まあ、そうですね、中盤でアルマダ中盤も強かったですね。中盤押し切るっていうのがその回答だったんですけど、まあ、その中盤をスカーフでしっかりと耐えたので、となるとロックスとしてはうまくそれが機能しなかったということですが、さあ、ランスピックしてからキャサリンバン、ES ゲーミングレッドサイドを使ってセリスやスカーフなど取られても飛び込む構成を考えてるかもしれないですね。なるほど。もしくはセカンドピックでセリスを取り上げるかだと思いますが、キャサリンバーンというのを見ると飛び込む構成っていうのをちょっと考えてるように見えますね。なるほど。しかしセレスを取り上げると言いますが、このクラルがねやはり睨んでいるので、まあ、セレス使うとしてはジャングルの可能性が高いと思いますが、まあ、そうなんですよね。かといってジャングルにセレスを置くとワンオンが厳しいので、セレスとしては圧力をかけるにはランス、スコッサが助けてないといけない。おっと、しかし取り上げましたね。取り上げましたね。となるとロックスはスカーフと
まあ、ライラーなどですかね。ライラーになるか、まあでもセレスがいるのでちょっと飛び込む構成も考えなければいけないかなとは思います。うん、となるとやっぱりイニシエイト優秀なライラがいいんですかね。まあ、キャプテンライラかグレースになってくるかなと思いますけど、確かにグレースもクラルのフロントラインを張るためには、まあ、最高のスパイスといったところですから選んでもいいと思いますが、さあここはライラ、ライラとなるとレーンはプッシュが早いキャラクターを選んでくるかなと思いますね。となるとやっぱりクリスタルキャリーといえばスカーフ、スカーフがになります、いいかなと思います。さあジャングルのこのタサのセレスでこのスカーフに対するポーク合戦制すことができるかも注目の点になりますが、ジャングルのセレス VS クラルというところもかなり注目になってきますけどね。さあかなり時間が少ない、スカーフでいいのかどうか考えているところでしょう。さあ残り時間少ないですが、残り4秒だが、さあどうする、ロックサロマだ、さあ時間がもうないぞ、さあ選んだのはスカーフ、あーもう腹をくくりましたね、これはもうスカーフにしようと。さあ先ほどね同様のような構成、グレースがセレスに変わっただけというロックサルマに対して、さあエースゲーミング、これクリエーションの、キャリーのピックになると思うんですが、ん、有力な、武器キャリーはもうほぼいない状態です。ボックス、ブラックフェザーなどですかね、接近をするならばブラックフェザーなども持ってこいですが、どうしますかねエースゲーミング、ブラックフェザーで対処するか、それとももしくはハードキャリー構成をこっちもやるかですね。もしクリエーションがこのセレスを練習していてキャリーとして使えるのならば、そうなってくるとまあこれはとんでもない奇策ということになります。となるとジャングルグレイブ、ジャングルグランプジョーなどが挙げられてくるかなと思いますけれども、もしかしたらジャングルウェポンタカーなどが挙げられるかなですね。それができるのであればエースゲーミング完全に資格のないチームということになります。それで勝てればかなりいいピックだと思いますが、悩みに悩んだ結果何を出すか。さあエースゲーミング果たしてそれが体現できるのか。さあ選んだのはスカイ、またしてもダブルレンジ、ダブルクリスタルか。スカイはクリスタルがだいぶ直されたので、もしかするとウェポンスカイの可能性もありますね。ウェポンスカイですか。そしてウェポンスカイであれば、まあ、通常攻撃で移動速度上げながら移動ができるので、スカーフのスキルをかわしかわしかわし、なおかつクラルから下がることもできるので可能性としてはゼロではないですが、相当弱体化を受けたことによってとにかくダメージが出ない、まあ、持ち味というものは、まあ、ほぼ全てのスキルが、まあ死んでしまいますね。そうですね、手裏ストライクで緊急回避という用途、デスクロボアバブで相手の動きを止めるだけなどしかできないので、フォワードバランスがもうとにかくダメージが出ていたのでウェポンスカイは成り立ってたんですけど、まあおそらくダブルクリスタルになりそうかなっていう予測ですね、にはなると思います。クリスタルセレス、クリスタルスカイ、クリエーションはどちらを使いますかね。そうなると、おそらくスカイだと思います。セレスはあんまり使ってること見たことがないので、スカイになるかなと。タサ選手もスカイは確かに名手ではありますけれども、セレスの方がうまい印象はあるので、まあそうなるかなと思いますが、ちょっとこのスカイのビルドというところにも注目をして試合を見ていきたいなとですね。まあ果たしてどちらの色で運用するのか。ただダブルクリスタルにするととてつもなくクラルがもう硬くなりすぎて、下手したらイージス再生の泉とかあって、ガンザサリもガンザサリですよ。もうガンザサリもガンザサリなので、うん、まあそこをどうするかというところ、苦肉の策になったこのスカイ注目したいですね。さあお待たせいたしました、かなり激アツの準決勝マッチ数2試合目、ロックスアルマダ VS エースゲーミング試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドロックスアルマダ、アンケートの結果は、さあ今だエースゲーミングが優勢ですが、さあ、まあ、これに大手がかかっています。クリエーションはウェポンスカイを選択したので、やることとしてはクラルが飛び込んだ瞬間に裏に手裏ストライクで飛んでドルイドをカイトする、通常攻撃で倒すっていうのがメインになると思います。フォワードバラージよりも通常の方が今ダメージが出るのでですね、そのまあ特に武器威力も特別高いわけじゃないんですが、殴るだけでも価値のある選択ということなんでしょうか。おっと帝国の紋章でしっかりエンジニア、そしてスティールです。さあ先ほど序盤はロックスアルマダが制したものになっておりますが、さあ今回はどうなるか。ライラがいるのでグレースよりも遠距離からダメージを与えたりとか相手の阻害をすることができるので、グレース以上にやりやすい。いやエルダー取れない。さあそして1匹は奪われる。さらに帝国の紋章でさらに近づきます。むしろこれは狙っているかと。1つの反転があり得るので、さあカウンター1つ。さあどうだ、ドルイドに対して大きなダメージが入っている。さあここは手裏ストライクでしっかりファーストブラッドを獲得してきたのはエースゲーミング。初手、手裏ストライク取りが効きましたね。そうですね、まあフォワードバラージあんまりダメージが出なくなってしまったので、おそしてしかしマンゴーは来ますね、徹底して攻めに来ましたけどエンジニアスが帰る判断にしたのでやめましたね。さあとなると、まあ、キル分リードを取ったのはエースゲーミングということになりますかね。そうですね、ただまあエルダーは取られてしまうという形にはなりますが、若干やっぱりファーストブラッドお金が非常に美味しいので、ええ、まあロックスアルマダよりかはエースゲーミング側の方がお金的には有利が取れていると思います。
なるほど。さあやはりエースクリエーション武器使い、これはもう確定と言えるでしょうね。そうですね、ここからクリスタルやハイブリッドに行くことというのはないと思うので、まあ完全にスカーフに貼り付きに行く役割ですよね。もうそうですね、前に出てスカーフに手裏ストライクで飛んだ後に通常攻撃で相手のスキルをかわしかわしかわし殴って倒すということなんですが、怖いのはドラゴンブレスですよね。あれはもうカイトとか関係なくなってしまって、どこにいようがダメージが入ってしまうので、若干の強化体力もありますし、このエンジニアスのフォローなどもありますので、そんな中でこの武器使いでしっかり落としきれるかですね。確かにスプリングシーズンチーム PQQ にいたストライブことクリエーションの武器使いは当時武器使い使わせたら最強なんじゃないかってくらいのね動きだったですね。ロックス側もそれは警戒していましたからね。武器使い徹底してバンしてた試合もありましたからね。おっと上で捕まったぞ。さあ早速外車でドルイド通常で落としきられる。さあ完全にドルイドを封じ込んでいる今度はエースゲーミング。とにかくドルイドに眼光しに行くことを考えてるでしょうね、エースゲーミングとしては。うん、今回は CC チェインもありますし、非常に序中盤強い構成にしてきましたエースゲーミング。集団戦においてランスを使ってガンガン攻めていくっていう構成になっているので、もっともっと荒らしたいところですが、さあマンゴーが面白いところにいます。さあこれはリコル。マンゴーがこうしてジャングルに圧力をかけていることによって、なかなか完璧に相手を捕まえきることというのはできてないというか、うん、まあ、エースとしてもそのマンゴーを警戒する動きをしないといけないので、そうですね、まっすぐリードを取ることが難しいと言いますかね。そうですね、もう淡々とリードを広げるということにはちょっとまだつながってはいないですね。ですね、マンゴーの裏動きというものをしっかり睨んでおかないといけないので、ちょっと迂闊に前に出すぎるわけにはいかないというわけですね。さあ、まあ、ドルイド下に降りてきましたが、エルダが湧いたぞ。今ちょっとタイミングが悪かったですね。あと10秒で取り切れるものかどうかですが、いやクラルじゃちょっと無理だと思いますね、一人では触りましたね。いや5秒しかないが、そうだいけるか。さああと2秒だぞ、猛者の鉄槌足りるか、足りている。ギリギリ足りましたね。ギリギリなんとかエルダトリの格好ですね。大くらいだったかなって感じですけど、これで有利を若干取り返したロックスアルマダになりましたね。さあここでジャングルが活性化いたしました。プッシュして倍ですかね。さあエースゲーミング、まあ、セレスの8レベルになったタイミングなどもしっかり活かしていきたいですね。クリエーションはサローブレードを選択してますね。サローブレッポータイランスタイランスなどになるんですかね。やはり一発のバーストにかけたビルドになると思いますが、下手したらサロータイランストルネードトリガーにしてくるかもしれないですね。もともとそのウェポン率を積んだ時のフォワードバラージっていうのはクリティカルがすごく強みではあったので、昔からね、クリティカルのビルドは多かったんですけど、今回はそれとはちょっと別で、単純にやっぱりバーストを出さないと勝てないビルドにはなってくるの で、ただだからといってスカイにブレーキングポイントタイランスタイランスのビルドはあまり合わないので、うんうん、だったらサロータイランスタイランストルネードトリガーかサロータイランスタイランスボーンソーなどの、まあケストレルと同じようなビルドになってもおかしくないか、それかまあ昔ながらのサローブレーキングポイントボーンソーとかになってくるかなと、うん、ちょっとビルドも読めないですが、すごいところでマンゴー待ってるぞ。マンゴー待ってるがまだヘルズハートはありません。さあフレアは上から叩いてる、当然気づいていないが行きますかね。どうでしょうか、裏から来てもおかしくないぞ。さあ3人が同時上がっていったのは見えているので、さあしかしここは一度ロックスアルマス上がりました。さすがに3対1で飛び込むわけにはいかないということと、包み込むような集団戦といってもマンゴー選手から狙われてしまっては形が悪いので、さあガイシアが入っている、ブーツを使って下がるがコア崩壊、 CC チェンジマンのエンジニア。さあマンゴーもついに張り付いている。さあしかしここタサを追いつけるか、しかし一つが回っている、ヘリオジェンスも入っている、かなりのダメージ。さあマンゴーを寄せたことで逆に落とし切られるかと思いましたが、ここはしっかり、ダブルレンジ2人で返していきました。これで1キルを獲得。やはりまだレベル6になっていなかったというのは大きいですね。相手を止めるスキルがなかったので、足止めをもらった瞬間にもうマンゴー選手は何もできなくなってしまいましたね。ですね。さあそしてクリエーションやはりサローから行きましたね。そして、うん、サーボに上げたので、シューターをサーボにしたので、ブレーキングポイントなど攻撃速度上げるビルドを2手目にはすぐ持ってきそうですね。タイランツなどではなくですね、攻撃速度上がるイコール、まあ、カイティングの動きも速くなるということになってますから、まあ、そうですね、まあ、必然的にダメージ、そして追い性能も上がるということですね。まあ、2点目ブレーキングポイント確定になりそうですかね。これはさあここはもうプッシュして、さあ1つ当たっているか、合わせられるか、ガイシャスになっている。さあここで殴れている、 CC チェインも入っている。さあドルイドを完全に封じ込めてタレットに手がかかります。反射ブロックまだ持ってなかったですからね、ドルイド選手。さあこれは降りたいが、さあしかしミニオンがこれ以上ない。
さあしかしこのままウェーブの圧力をかけていって少しさミニキャンディ持っています。さあ使うでしょう、ウェーブ目。これはマンゴーとエンジニアスで守り級には相当至難の技だが、さあ外車で動きを止めている間にクリエーションが通常でしっかり処理というところ。さあファーストタレットを6分台で追っていったのはエースゲーミングということになります。さあそしてガンガンプッシュをするのは今度ロックス側になりますけど、まあこれもタレット折れないと思うのでカウンターもちょっと何もできなさそうですね。やはりこの赤スカイ、まあ、全てのスキルがかなりね、ダメージというものには期待できないんですけれども、こういう、クリスタル系のレンジヒーローを捕まえるのにはやはり優秀ですね。機動力はこのゲーム随一、まあ、下手したらナンバーワンって言ってもいいかなってくらいですね。ブリンクが強力な上にパッシブで移動速度も上がるというかなり、強力な存在です。これで横に動きながらカイティングをされるだけで相手はスキルを当てるのは相当難しいですし、一方的にダメージをもらうことになるので、これはスカイを取った価値がある、ピックとなっているかもしれませんね。まあでもただそれ集団戦でそれを発揮しないといけない構成ではあるのでですね、後半まで粘られてしまうとどうなるかというところ。そうなんですよね、なので集団戦でそれをしっかりと発揮できれば、さあマンゴー面白いところにいるが、しかしやはり人数差があるのでマンゴー一人で行くわけにはいきませんか。3対1は無理ですね。クラルはクラルやっぱり小規模戦が強いだけであって3対1ができるキャラではないので、そうですね、101などでは非常に光る存在がありますが、 3on1 となると、まあ、全てを警戒することはできません。3対1ができるキャラクターはいないんですけど、厳密に言うとそんなキャラクターがいたら大変なことになってしまうので、まあ、いないはいないんですけど、特にまあできない、まあ、特に無理ですね。3対1はそうですね、苦手な部類ですね。3対1に対してね、そうですね、すごい効果を発揮するヒーローですから。さあここは金鉱山を選んできました。これ気づいているが帝国の紋章もうまくずらされているので打てない。大量のゴールドボーナスを獲得したのはエースゲーミングということになります。さあかなり面白いウェポンスカイによって中盤を押し切ることに成功しました。おお、サロータイ、トレネトリガーからのポイズンダイブに行きますね。アタックスピード重視ってことなんでしょうかね。そうですね、そして回復を阻害する効果もあると。なるほど、 2.7 で弱体化を食らったアイテムの一つではありますが、まあ、2.6 はあまりに強すぎたかなっていう印象はあったので、まあ、弱体化があってちょうどいいあのアイテムになったかなっていう印象ではあるんですけど、致命傷をつけるだけでも大きな価値のあるアイテムですからね。それがあの安さであのアタ、あの攻撃速度とあの武器力をもらえるっていうのはかなり強かったので、特に攻撃速度プラス 35% がかなり強かったので、あの値段の割に、ええ、まあ、かなり好まれて使われてたアイテムなんですが、それもまあ 5% 減少して使う選手は若干減ったかな。さあインヒルも使っている、ケルズハートブロックできずですがスコッサがもらっている。さあここは仲間を守っている、エンジニアスにクリエーションが大きなダメージを与えているが、さあマンゴー窓の扉をうまく使っている。さあここは素晴らしいテクニック、ここは避けましたね。綺麗でしたね、しっかりと窓の扉に下がって引いてしてプッシュを継続ですね。そうですね、ここ注目していきたいのはやはりタサが8レベルを迎えているタイミング、非常に強力です。インフュージョンも飲んでいる、泉さもあると、いやーとんでもない圧力、やはりこれはジャングルでも健在。そしてクリエーションが通常でマンゴーを追いかける。さあ上からの圧力非常に強力です。やっぱりこの2本目のタレットはこれが強いんですよね。おっと常にスコッサに注目が集まっています。さあ1つ当たっている、 CC チェーンできるか、決まっている、外車も決めて、さあここは1キロ獲得。これで回復する役目がいなくなってしまったのでかなりきつくなりましたね、ロックスアルマダ。さあだいぶセカンドタレットも削れています。ただしかしここは一応下がりますかね。タサ選手のエナジーが少ないのでこれは1回バックですかね。さすがにちょっと無理だと思いますね、これ以上の強くは。さあクリエーションが得たのは機動力というこの赤スカイです。かなり機動力はあるので相手のスキルを当てるのは難しいでしょうね。それはヘルザートもそうですし、スピットファイヤーグループもそうですけど、かなりスキルを当てることが難しいのは間違いない。相手の隙を縫って攻めるのがうまいクリエーションにもってこいの、ヒーローだと思いますね。そうなんですよね、そしてアグレッシブな選手が使うと本当にポテンシャルを引き出しやすいキャラクターでもあるので、まあ、かなりクリエーションに合ってるなっていう印象はあります。現在は非常に機能しているという結果ですけれども、さあドルイドもねだいぶ育ってきました。このドルイドを止めるのがこのクリエーションの仕事です。3手目までできたのでこれでウェーブ処理はかなり早くなりましたし、しっかりとスピットファイヤー当て続ければダメージとしても期待ができる。さあマンゴーがいるが、しかし地雷でバレています。
逆にうまく回転されてしまいました。マンゴー選手のクララが徹底してブレーキングポイント、シバースチールを先に積むビルドを徹底しますね。そして相手に合わせて先にメタルジャケットかイージスかって感じなんですけど、うん、やはり自身も火力を持たないといけないということなんでしょうかね、うん、そうですね。さあここは金鉱山を選んできている。しかしマンゴー分かっていそうだ。さあしかしヘリオジネスを置かれて、これは前にはいけません。さあ金鉱山諦め、これはトレントに圧力をかけるつもりだが、もうじゃ鉄槌でスティールはできず。さあここが一つ、さあクリエーションにかなりスピードファイア当たっているみたいですが、しかしこれ以上はいけません。12分が経過しております。ちょっとお互いが引き打ちをし続けるような戦いになりそうですね、特にこの後の後半戦ですが。さあ触れた、さあ先にタレットに触れた。やはり早い、いや異常に早い。おったな、これは止められませんね。ただエンジニアスがキャッチされてしまいました。このダメージ、ここまでやられてしまうとどうしようもない。さあ CC チェインはこのキャプテンに対しても非常に大きく作用するような時間帯、耐えられませんからね。さあ一つ当たっているが、さあブーツインから一気に突っ込んでいく。さあそしてマンゴーの動きを止めている。デスボワーもしっかり入っている。もう早逃げ道がない。少しだけでも落としたいが、どうだ、頑張って粘っているがどうしようもない。再生の泉まで使われてしまって、ここはやられてしまうというところで、セカンドタレット、そして2キルを獲得したのはエースゲーミング。かなりウェポンスカイがうまくいってますね。クラル対策にもなっていますし、スカーフ対策にもなっている。非常に面白いピック。これは次の試合の番も考えないといけませんね。そうですね、スカイちょっと注目の的になりそうかなっていう感じですけど、まあでもそれもね、この試合に勝たないとエースとしては次はないのでですね。まだエースゲーミングとしても油断できない時間帯ではあります。スカーフやセレスといったハードキャリーがレーン上にいるときというのは、本当にクリスタルが降り切るまでっていうのは安心はできないので、そうですね、この赤スカイ機動力はありますが、持ち前のアタックダメージキャリーとしての役割というものは、まあほとんど失っている存在ではありますよね。まあ、なんというか他のキャラクターに比べてやっぱりダメージが出るかって言われるとそうではないので、さあ金鉱山をやっているようですが、さあどうだ、取ったのはエースゲーミングクリエーションですね。そしてロックス、そしてもこれで取るオブジェクト何もなくなってしまったので、ただただレーンをプッシュするのみになりますね。なんとか1本折り返したものの、まだまだ苦しい時間帯は強いられています。ロックスアルマだ。ただドルイド選手4武器が完成したので、ドルイドの立ち位置次第では全然逆転はあります。もともとそういった構成ですからね。あとはレベル12に今なりましたね。となると残るはインフュージョンを飲むだけかなと思うので、ええ、これがインフュージョンまで入ればマックス火力もマックスのもう本当に火力の出る時間帯ですからね。最終盤土終盤においてスカー本当に火力が凄まじいものではあるので、さあそれがスカーフがしっかり存在感を出すのか、はたまた、得た貯金でスカーフを蹂躙するのかどうか、見物な時間帯になってきましたね。してエンジニアスはエコー魔導結界でスカイの手裏ストライクを止める判断してますね。なるほど、確かにスカイ、まあ、魔導結界に入ってしまうと弾んでしまいますので、まあ、追いつかなくなってしまいますよね。そうですね、そして手裏ストライクも打てなくなってしまいますからね。それが合わせられるのであれば非常に強力。さあクラーケンも目覚めたタイミングです。まだまだリードしているのはエースゲーミングですが、まだ行きますよね。さあスピットファイアも馬鹿にならない火力になってきているので、少しさもこれは警戒していかないといけません。さあここは一度下がって3人で上に上がります。さあそろそろ当たりが起こってもおかしくないかなっていう時間帯でありますが、もう十分お互い育ってると言えるでしょうね。あっ、これ窓結果ないぞ。さあエンジニアスが前に出てるが、さあまず苦しいブロスカウ、いやブロックエルザートンブロック、ここまで距離が詰まれると。さあそしてスカイのこの得意なシャッター生かせがドレードがグループでフォローだが、さあ飛び込んでいきましたが、さあしかしマンゴーは帰って、これは狙いどころといったところ、マンゴーしっかり粘っているが、さあキャプテンは落とすことに成功。そしてスピードファイヤーが当たっている。さらにドラゴンブレスでこれはタサオフィニッシュ。トリプルキルを決めるのはドルイド。マンゴーよく耐えた。避けながらスキルをしっかり当てていたことと、そしてマンゴー選手のタンクが効きましたね、この試合に関しては。ですね、まあ、先にフロントラインが落とされているところだったんですけれども、マンゴーがしっかりダメージを出していたことですよね。まあ、クリエーションがかなりここで
まあ、圧力をかけすぎたと言いますかね。そしてこのグループがかなり良かったのと、そしてこの後スピットファイア多選手にもう一発当たっていて、してクリエーションを倒しつつスコッサを下では処理して、最後倒されるんですけど、しっかりとダメージを出したことによって、これはスピットファイア当たってるんですよね、これもスカイに。そして相手のこのヘリオジェネスを避け、コア崩壊を避け、スキルを当てると。素晴らしい集団戦でしたね。さあこれによってクラーケン解放しました。さあやはりこのスカーフ対策、あとただだいぶ前から触られてしまってますよ。かなり早い段階で触っていますが、セカンドタレットはもうヘロヘロという状態ですね。まあ、あれは折れますね確実に。ただ3本目がちょっとそうなると爆発のダメージもらうので、さあエースゲーミングしのぐことができるか。ちょっとこれはあんまり良くなかった。いやだいぶ削れてしまいましたね。さあそしてクルシブラ使ったようです。やっとただグープがすごい。いやしかしドルイド2ダメージ、しかしヘリオジェネスのダメージ大きく回っている。マンゴー近づいているがどうだ。さあここが亀裂をもらって、マンゴーかなりフロントラインを張っているが、いやまだ頑張って何もできない。さあここは耐えられず1キルということになりました。ただ強引までもマンゴー選手の犠牲があったおかげでもありますけれども、2キルを取ることができたので、タレットをしっかり2つ折ることができましたね。あそうですね、すいません2キルじゃなくて2本のタレットですね。これでしっかりとやらなければいけない仕事というノルマを達成しているかなっていう印象ですね。スカイセレスに対してマンゴーがここまでフロントラインを張れるのであれば、ちょっとクリエーションスカーフを捕まえるの難しいかもしれませんね。そうですね、しかも徹底してスカイから行っているのはやはりそこにあると思いますね。スローを入れに行くことと垂直スタックを入れることで、特に今回クリエーションのビルドはアタックスピードガン済みなので、まあ、クラルがよく刺さると。確かに本来ならばセレスを狙った方が、まあ、クラウ的に美味しい展開なんですが、今回は徹底してるので、スカイから言ってるのはやはりそこにそういった背景がありますよね。あると思いますね。まあドルイド選手のこの火力であればスコッサから狙っていって全然いいと思うので、まあドルイドがスコッサを落としてる間にマンゴーが2人を引きつけて最低限のダメージを与えつつ、まあ、相手を足止めしておくような形を取って最後スコッサを倒したエンジニアとドルイドが前に来ると。やはりクリエーションのこのバーストが出ないところも、まあ、マンゴーのクラルが活躍する要因にもなってしまっているか。さあヘルジョンジェンス当たっているが、さあスピットファイアでドルイドもダメージを出せるでしょうか。フォワードバラジは当たっていません。いや惜しい、お互い惜しいですね。スキルショットただ一発当たった。さあヘルジョンジェンスかなりいいダメージは入っていますが、さあスピットファイアを気をつけながら距離を保っています。回復がある分ロックサルマダの方が有利ですね。やはりこういった長期戦はやはり強いですね。さあここは引く選択になりましたエースゲーミング。さあ下でぶつかり合いそうですね。さあこのジャングルでの争い、さあスキルショット当たってしまった。クリエーションはギリギリ起きている。さあ間もなく20分になろうというところです。お互いお見合い状態が続いていますが、さあここは一度リコールして買い物になりますかね。ロックス側もかなりお金を持っていますから、ちょっと倍させてもらえなかったのでリコール考えてると思うんですけど、クラーケン湧いてしまったので、さあシトスうまく避けているドルイド。さあブーツを使って一度下がります。これ一回帰りますね。ここリコールですね。さあエースゲーミングこのタイミングでクラーケンはしかし特別早いわけではないですからね。そしてレンジをしっかりと先ほどロックスがプッシュしたことによって、これはクラーケン触れずですね、安全に倍ができる。おっとエンジニアスはエコーではなくてクロックワークですね。クロックワークに行きますね。となるとスキルの回転率を上げてより多くの回復とより多くの魔導結果を打とうと、一気に2つというわけではなく全てのスキルをまあ均等に早めるということなんですね。そしてドルイドはフルビルド、パルシオンチャージまで入る。さあこれは長期戦にも強くなりますし、まあ、キャッチにも強くなる。さあこれクリエーションキャッチできるか。さあスピードファイアもらっている。ワードバラジで強スローをかけていきますが、マンゴーが面白い位置にいる。さあこのマンゴーの圧力、さあ多さで応戦したいところ。さあブーツまで使いましたが、いや使っていない。避けてる速度バフ一つも避けている。かなりのダメージを与えるドルイド。さあ近づけるか。ヘリオジェンスでうまく返していきたい。ここで回復、しかし帝国の紋章がある。さあ一つはクルシブル反射ブロック、そして外車はクルシブル、うまい。かなりスコッサにダメージが入ってしまう。コア崩壊でフォローしていますが、さあどうだ。クリエーションもキャプテンにダメージを出している。ソーラーストームエンジニアスにヒット。さあこの長期戦ポーク合戦、なんとかエースゲーミング返していっていますが、しかしあと一歩とどめの一撃というものが出せない。押し切るには至らずといったところ。おっとエルザート、ここはリコールをやめた判断良かったです。さあしかし全員が帰っていることは分かっている。となると全力でプッシュして
会などを確保する動きになるでしょう。ちょっと出資切って、そしてジャングルに1回行くでしょうね。お金だいぶ溜まってますからね。さあしかしエースゲーミングも合流が思ったより早い。急いで買い物しないといけない。さあ1つ当たっている、1つ台車だが反射ブロックうまくじらしているが、しかし合わせられないか、追えませんでしたね。まあこういう戦いになりそうですね。この2試合目はお互いお見合いをして方向する、遠距離からダメージを出すですね。お互いこの間合いというものが非常に大事なので、究極の間合い合戦ということになります。さあ1つここは苦しぶる、使っている。さあブーツインでクリエーション、手が届いたか、シューリストライク、しかしターゲットが外れた。エンジニアスに対してかなりダメージを与えている。さあクリエーションも追いかけて、さあここは再生の泉使いますが落としきった。さあそしてマンゴーがここは足止めをもらっている。さあタスだけでも落としたいところでしたが、これはどうしようもない。さあキャプテンから溶かされましたね。これがあるのでライラはやっぱり難しいんですよね。前から溶かされるということがあるので、しかも今回エンジニアスはクロックワークを優先したことによりアーマーを今積んだので、しかもライムとアーマーしか積めていないので、あクリエーション裏から来ています。あっとこれうまいぞ。さらにコンバトロール壁、いや素晴らしい、素晴らしい狙い。さあこれによってドルイドも落として 3-0 のエースを獲得したのはエースゲーミング。クラーケンは当然やれます。そして3本目森に行きますね。これはもったいないですけど、素晴らしい動きになった。逆にエースゲーミングを褒めるべきかもしれないですね。いやー、かなり順調だっただけあって、これはかなり手痛いものになりますよ。エンドイットも見えてきますね。これ3本目折り切りつつのクラーケンはですね。さあここでようやくエンジニアスは復活しますが、サーズタルトは折られてしまうと。カウンター狙いなそうですね。これはさあクラーケンが解放します。セカンドクラーケンになります。ちょっとこれは何もできないですかね。ロックスはドルイドが上がってくるのは8秒後ということになっております。なのでかなり近いところでの集団戦を強いられるでしょう。耐えられるでしょうか。ロックスアルマダ、セレス、ね、そしてスカイがいますからね。さあ3戦目にもつれ込むことができるかエースゲーミング。かなりチャンスです。しかしドルイドが湧いた、比較的早いタイミングです。さあスピットファイヤー、そしてグループの回転も早い、5秒で上がるみたいです。すごいスキルの回転率ですね。さあ窓結界も張られているので部活には近づけない。だいぶ処理も早いぞ。さあマンゴーもそして殴れている。外車使っているが、一つはクルーシブルミスになりましたが、さあそしていやしかしマンゴーに対してかなり圧力をかけている。これ以上は何もできない。さあフォースタルトは破壊したが、いやこれ強引にいきますよ。さあどうだ、ドラゴンブレス、外車止められる。さあこれはどうしようもないか、この人数。さすがにマンゴーも前に出ますが、さあクラーケンがフリーで殴っています。そしてスコッタも殴っている。そしてマンゴーはクリエーションに敗れるということで、2試合目を制したのは奇策赤スカイを選択したエースゲーミングということになりました。事態は3戦目にもせ込みます。またしても面白いものを見せてもらいましたね、このスカーフ対策にスカイと。そうですね、まあ本来やりたいことをはできてはなかったと思うんですよ。そうですね、スカーフを捕まえるということはできてはなかったと思うんですが、中盤をね制すためにやはりこの赤スカイの起用というところがしっかり刺さって、まあ、リードを生かした結果、まあ、キャプテンから溶かす動きができたってことですよね。やっぱり4武器だったことは大きかったと思いますね。あれによってもうキャプテンから簡単に溶かすことができていて、しかもライラはやっぱり柔らかい部類のキャラクターになってくるので、ボンソンも積んでましたからね。そうですね、なのでガンガン仕掛けることができたというところで、いやかなりあの赤スカイはバーンドピックに影響を及ぼそうかなっていう印象を受ける2試合目になりましたね。やはりガチガチのクリスタルレンジヒーローに対してはこのスカイという存在非常に大きいですからね。いや本当に思っていた以上に機動力があることと、思っていた以上に4武器を積むと火力があるっていうことが分かったので、ちょっと次の試合のバーンドピックは考えてバーンドピックしないと。ロックサルマダ、しかもまた今度はレッドサイド側なので、優先的にそのクラルを取れるかどうかと言われると難しいですよね。ですね、ファーストバーンは当然イドリスに使っていかないといけないと思いますので、今度はロックス側に対してエースもセレスバーンじゃなくてクラルバーンから入ってくる可能性もあるので、ですね、まあ、セレスバーン、イドリスバーンかクラルバーン、イドリスバーンって形になってくるかなと思うので、これは相当厄介な相手が出てきたかなと。スカイという相当嫌なピックをされるかなっていう形になるので、ちょっとロックスのやってきたプロテクトキャリー構成、クラルを主軸にしたプロテクトキャリー構成っていうのはちょっと崩れつつあるかなっていう印象ありますね。まあ、あと注目したいのはこのイドリスをバーンされた時のファーストピックですよね。ここでケストレル取ってしまうと、まあ、スワップということはできるんですけれども、まあ、スカイ、ウェポンスカイとしての、まあ、機能というのは少し半減といいますか。そうですね、
まあ、やりづらくなるの間違いないと思いますね。そうですよね。なので、ファースピックを果たしてケストレにするのか、ランスにするのか、やはりスコースさんのランスがすごく仕事をしているので、先ほどから相手を捕まえるというところですごく仕事をしているので、まあ、ここでまたしてもランスを取ってくる可能性も、ファースピックランスにしてくる可能性もあるかなというところで、3試合目はこの1試合目、2試合目、お互いが取っている3試合目っていうのは、やっぱり両者のその、はい、良かった試合と悪かった試合っていうのがそれぞれあるので、かなりこう考えの巡り巡って、裏の裏の裏のってどこまで裏まで探るんだろうくらい探ったバーンドピックになるかなと思うの で、 です、ね、もしかするとこの2試合で見れなかったまた変わったピックっていうのが突然出てくる可能性もあるというところで注目をして見ていきたいですね。一概に得意ピックはできないという状況でもつれ込んだのはマッチ2の3試合目。さあ、ブルーサイド S ゲーミングは変わらずセレスバンからのスタート。さあ、対するレッドサイドロックスアルマダ、ここはイドリスをバーンする必要があるのかどうか。さすがにイドリスバーンじゃないとまずいと思いますけどね。ここはイドリスバーンして初手スカイなんかは、まあ、泣きにしもあらずっていうところなんですけれども、ただ相手がクラルやスカーフを見えていないところでスカイを出すのは結構難しいかなと思うので、ですね、まあ、タカなどを使われてしまったら結局はカウンターですからね。そうなんですよね、となると難しいので。さあ、ロックスアルマダはここのバーン、大事なところですよね。そうですね、果たして一番何をエースゲーミング警戒するべきなのか。ロックスアルマダ慎重にファーストバーンを選んでいます。さあ、注目のバーン、さあ選んだのライラですね。ライラバーン、これはイドリス開くぞですね。ここはイドリスになると思います。さあ、イドリスを取ってきました。まあ、それイドリス取りますよねって感じなんですけど、ブラックフェザー対するロックスアルマダはブラックフェザーで応戦して、ランスバーン、ランスバーン、かなりキャプテンを軸に、そうですね、徹底してキャプテンバーンしてますね。となるとこれロックスアルマダグレースかキャサリンのピックになるかなと思いますが、アーダン、グレース、キャサリンなども空いている状況で迎えるセカンドピック。対する S ゲーミング、ここはスカーフをバーンする権利、クラルバーンもありましたが、ここはなんとグレースバーンですね。グレースバーン、キャプテンバーン乗りましたね。となるとロックスはこれは、あ、キャサリンかアーダンか、こうなると逆に S ゲーミングクラル使ってくる可能性もありますよ。ゼロではないですよ。さあ、ロックスアルマダ、ここのセカンドピック何を選んでくるかですね。キャプテンのまあピックが当然オーソドックス。さあ、選んだのはキャサリン。さすがにここにキャリー見せたら、ファーストピックのこのフレックスピックであるブラックレザーを生かすことが全くできないので、まあ、それは無駄ということで、キャサリンのピックをしましたね。さあ、エースゲーミング、このピックを見て、確定させないといけません。色、ウェポンかクリスタルか、そして、ロールを決めないといけなくなってくるので、何をピックしますかね、このラストピック。現在見えているのは 2.7 パッチで、まあ、強力なヒーローであるブラックフェザーとキャサリというだけですから、まあ、まだまだ全貌が見えない状態で迎えないといけません。いや、このブラックフェザーがいるときはポークもできるし飛び込む構成もできますが、おっとウェポンケストレルクリスタルイドリスでしょうね。昨日もミスでましたけど、キャリーケストレルのジャングルイドリスということですかね。昨日もこの構成をやっていたのでそれになると思います。さあ、ロックスどうする、タカなども面白いですけどね。タカですか。まあ確かにダブル飛び込む構成っていうのもいいかなとは思います。まあ今まで得意だったクリスタルハードキャリー構成を手放してこの3戦目を望むのかどうかですね。そうなんですよね。それだったらクリスタルキャリー構成をするのであれば、やはりスカーフにまたしてもなるかなってところでなんですけど、どうしますかね。しかしイドリスの色を今からでも変えることができます。なのでスカーフをピックもかなり難しいところでありますが、そうなんですよね。そこがエースの選んだのはバロン。バロンですか。プロテクトキャリー構成にしましたが、これはウェポンイドリスクリスタルケストレルになりそうかなと思いますね。バロンだと、なるほど、対バロンに合わせて、さすがにちょっとクリスタルイドリスウェポンケストレルは、まあ、両方と自信がないと、そうダブルレンジになっちまうので、バロンかなりダブルレンジに後半まで伸びれば強いので、あんまりいい構成とは言えないと思うんですよね。まあ、よほどそれでもなおクリエーションにケストレルを使わせたいんだったら、あのそれでいいんですけど、さすがにそこまでのリスクを負うのであればクリスタルケストレルで上に上がってきて圧力をかけつつ、イドリスがガンクのような形というか、まあ、突然レンジョカ、ね、ワンワンを仕掛けたりとか、ケストレルステルスで入ってくるケストレルに合わせて前に出るっていうこともできるので、まあ、ウェポンイドリスクリスタルケストレルが無難じゃないかなとは思いますね。まあそうですね、先ほどの2戦と打って変わって、まあ、今までねサマーシーズンで使ってきた得意ヒーロー同士のぶつかり合いというところになりそうですかね。最後は 2.6
に戻ったような、まあ、自分たちの得意なバロンを中軸としたロックスの構成と、そしてイドリス・ケストレルをこう、中軸としたエースの構成の当たり合いというところで、最後本当実力同士の当たり合いになりそうな構成になったなというふうに思いますね。うん、なるほど。さあ、大変お待たせいたしました、注目の韓国王者対決マッチ2の3試合目、エースゲーミング VS ロックスアルマダ、いきましょう。試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドエースゲーミング。さあアンケートの結果は、未だ 63% エースゲーミングは、応援が多いという形になっておりますが、さあ今回ロックスアルマダついにエースゲーミングを打倒することができるか。さあこの3戦目に迎える構成は、今までよく使っていたバロンブラックフェザー構成です。さあまずジャングルは入りにはいかず、お互いにここはお互いレベル2先行を選んでくるようなファーム、真ん中でこれ3対3が起こりますね、このファームの仕方をすると。うん、まあ、当然ケストレルがいますのでブッシュは早いですが、クリエーションは先に上を、上がるような選択にしましたね。まあ、当然上にいたらなかなかドルイドも上に上がらざるを得ないということで、ここはエルダー触りづらいんですが、さあエルダー触ってるのは分かりましたが、ここは一度ベイトのような形になりましたね。そしてこれ先にクリエーションプッシュしてるので、クリエーションプッシュして降りてくるか、もしくはまあ諦めて下がるかって形になりそうですね。さあここはお互い無理せず、エルダートレントはやらない選択になります。さあお互い電話しっかり押している状況。さあラスイットね、当然先に上がっているクリエーション側の方が有利なのは間違いないです。しっかり圧力をかける。うーん、やはりこの構成だと中盤も気をつけていかないといけませんからね。バロンはやはり、まあ、当然後半に強いヒーローというのは 2.7 パッチも 2.6 パッチも変わらないというわけですから、この、まあ、クリスタルケストレスがねやっぱり上で強いですから、そうですね、そこを耐えるというのは、まあ、今回も課題になりそうですね。キャサリンを使ってうまく耐えることが求められてくるでしょう。さあここはお互い特に序中盤は攻めないような動きになりそうですね。1匹目のエルダートレントは、そしてケストレが持っていく形になりましたね。うまく相手の周回の隙を縫った動きとなりました。さあマンゴージャングルを攻めますが、これ以上はいけません。ここはリコールだが、さあ必死でリコール阻害スコッサー、これによって相手のテンポを崩す。まあでもジャングラーの阻害なのでそんなに大きくはないですかね。むしろこのクリエーションを止めに行く動きの方が相手としてはかなり厄介と。おっと、あっと帰れて阻害しきれずでしたね。しまいましたね。両者の追跡が上がっていませんでした。さあ間もなく3分になろうというところです。ここまではお互い同じような動きになっていますけれども、さあエルダーは先に触れているエースゲーミング、さあ周回ずらしましたがマンゴー間に合いましたね。さあなので簡単には触れないか。さあお互いお見合い状態、エンジニアスが両者に追跡している間に落としているか、取っている、これはオンポイントでしょうか。マンゴーしっかり取っているが、さあ4発全部エンジニアスにヒットしているが、マンゴーはこれは睨んでいるのでチェイスはできないか。さあクリエーションも寄っている、まだこれはセントリーいない状況ですから、いやしかしここはトレントで止まりますか。うん、さあここはエルダー捉えたものの少し返していっただけということになりますね。さあ慎重にならざるを得ない時間帯ですが、お金さんも特にない。3戦目は静かな立ち上がりになりましたね。1、2戦目とは打って変わってです。まあ、この後ケストリルがどんどん圧力を増してくる時間帯になるので、そこが一つ注目ですよね。その時に、まあ、しっかりケストレを生かせるか、そしてキャサリンで守りきるか、そういったところが鍵になってきます。さあここでジャングルが活性化しました。ここからが上での戦いが中心になる時間帯、これがエースゲーミングが得意としている時間帯なんですけれども、今回はどうでしょう。2戦目はやはり押されてしまったがゆえに制されたとも言える一戦でしたので、ここもやはり守っていかないといけません。ロックスアルマダ、そうですね、ロックスはとにかくバロンがいるときは時間を伸ばすことが大事なので、とにかくゆっくりやってゆっくりやってファームを集めてというのを徹底していきたいですね。さあしっかり対応していきたいです。さあマンゴーのブラックフェザーは8秒にならなくてもしっかりオンポイント当ててくる、相手ですので、まあ、ケストリーに負けないぐらい
ハラスもかけていければより有利になると思いますね。ただちょっと射程が伸びる前だとさすがにブラックエザーでは決戦勝つのは難しいので、いかんせん部が悪いですよね。さあここはドルイドと一緒にファーム、あまり ゆったりしているとプッシュ差がつきますので、ここは急いで上がります。分かれ道も発動しているクリエーション弱体化したとはいえ、まだまだイドリスが強いのは当然変わりません。さあここでエースとしては上に来ているので圧力をかけたいタイミングになってきます。さあジャンプデッド上がっていきましたが、しかしグリマショットは当たっていません。山梨波形砲で、さあ今回も山梨波形砲は先に上げています。4上げになるでしょうね最速の。さあここは山梨上げてる分もあって丁寧にプッシュ状況は一度も触らせずに済みました、うん、しかしここからです。さあタサもプッシュを手伝っているような状況。さあブラックフェザー上がりますが、時すでにプッシュされているまま、さあチャクラムやグリマショットを使って当然タレットに手がかかるでしょう。さあオンポイントを2人に当てていますが、さあ1ウェーブです。4分の1といったところでしょうか。だいぶ削れましたね。じりじり削ってきますね。一シーサスはうまく避けます。さあおっとシュラウドステップインから、しかし容赦なく追跡でフォローしているので、なんとかこれ以上はやられなかった。インフュージョン持っているクリエーションですから、バロンは一瞬で落とされないように気をつけたい。レベルも6になっているので島ストライクもありますからね、ワンキャッチワンキルだけには注意していきたい。チャクラムの往復だけでも十分削れます。さあまだまだプッシュしますか。クリエーション一度プッシュして買い物を選んでくるか。さあ前に出すぎるとガンクが決まってしまうが、さあフェイントハードから近づきましたがオンポイントは当たらず、距離がありますからね。さあここは仕切り直しになります。6分半までは耐えた。さあただタサはシャッターグラスができたのでダメージはどんどん跳ね上がる時間帯ですね。うん、マンゴー負けじとシャッターグラス完成しましたが、まだ7レベルオンポイントの射程はちょっとまだまだ苦しい時間帯です。この間におられてしまうとちょっと手痛いリードになりますよね。そうですね、ここはまだもうちょっと待ちたい、耐えたいところですね。さあ家電粒子を使ってピニオンウェーブを早めに処理したいところだが、だいぶ削れている。さあどうだ、一度耐えているが、お互いほぼ同じタイミングでミニオンキャンディ、しかしミニオン差がある、やはり兵力の差があるぞ。さあどうだ、しかしミニオンキャンディ効いてますね。だいぶプッシュ遅くなっています、エースゲーミング。さあお互いまだミニオンキャンディの余力はあるが、さあうまくシールドが剥がれないところを維持しました。ここはファーストタルト守っている、そして先にミニオンキャンディを使っていく、これはプッシュできない。返していきましたが、やはりここも人数差、そして、まあ、ドルイドパッシブでね AOE になりますので、ファームの速度、こういった強固なミニオンに対してはかなり作用しますよね。そうですね、かなりロックスとしてはうまくミニオンを除去することができたので、まだ7分8分前になりましたけど、まだ耐えられてますね。さあこれでブラックフェザーも8レベルになりました。上での戦いもだいぶ応戦できる状態です。そしてドルイド選手もテンション棒が出来上がる時間帯にはなったので、だいぶやりやすくなりますね、ロックスアルマダ。そうですね、オンポイントフェイントハートからタサにジャンプジェットで一撃といったところ、かなりのダメージが入ると思います。エースゲーミングも油断ならない時間帯だが、さあもうプッシュしていくが、エンジニアスマンゴーがここは合流。いやしかしこれ折れるんじゃないでしょうか。どうだ、いやシールドうまく維持してるが、さあついに剥がれた。さあマンゴーがオンポイント返していくが、さあフェイントアウト、タサにはいいダメージが入っているが、さあしかしこれ以上追えない。ファーストタレットはしかしエースゲーミングがしっかり折りました。さあいい診察、これはマンゴ ー、エースゲーミングがうまくファーストタレットは折ることに成功です。さあシュラウドステップを止めている、ガントレットインだが、さあここはどうだ、いやーここはワンキャッチ、そしてジャンプジェット上げていないところが裏目に出たが、まだ7レベルではありますけどね。まあ7レベルなのでちょっとしょうがないですかねこれは。さあ素晴らしいガントレットインでしっかりファーストブラッドを獲得したのはエースゲーミング。ファーストタレットモレ金鉱山、さあせっかく守っていたんですが、このガントレット一つで状況は大きく変わりますかね。一気にタレット折れて金鉱山まで取れたので状況は大きく動き出しそうですね。さあ大量のゴールドボーナスを獲得したのはエースゲーミングとなります。さあ9分半が経過しました。9分まで守っていただけあったのでちょっともったいない展開にはなってきましたが、まだまだ耐えれるお感謝ではありますね。まあでもどこかでは折られてしまうものではあったので、しょうがないといえばしょうがないですね、はい、これは。さあここは
しょうがない部分もあったので、ここから挽回できればまだまだロックスアルマダもチャンスがあるか、まあ、まだ我慢ができれば勝てる時間帯はいずれやってくると思うので、とにかく我慢ですね今も。さあまだまだロックスアルマダ的には辛い状況というわけですね。さあ10分が経過して、インフュージョン、そしてテンションボム完成。クリエーションは4武器を選択です。ここからまだまだ圧力をかけてくる。さあしかしここ地雷があるが、オンポイントで返していくが、しかしタサのダメージも大きい。ジャンプジェットしているが、さあシマストライクで張り付くことに成功。ジャンプジェットにしっかり乗りました、クリエーション。さあこれによって1キル獲得です。うまいですね今のは。シマストライク、ジャンプジェットに乗っかってましたね。対して反射のダメージがかなり、ストームガードの反射のダメージがタサ選手とクリエーション選手に入ってましたけど、まあ、その前にというか、しっかりとその相手が反転してきたタイミングで逆反転のような形でクリエーションが前に出たので、ドルイドを落とすことができましたね。まあ、これが本来イドリスがバロンのカウンターと呼ばれるゆえんですよね。そうですね、一気に飛び込んでバースト浴びせつつ、ジャンプジェットに合わせてシマーストライクを使えばそれについていくことができるので、ブリンクした先にもたどり着けると、これゆえにバロンは対イドリス苦しいと言われていたものですけれども、それがしっかり対応している。まあ、この青イドリスの存在を匂わせたこのピックでしたからね。さあ EC 殺かなりのダメージ、1000近いダメージですね。さあこれで当然リコールしないといけない。さあリコール阻害はできませんでしたが、この間に金鉱山をやることも全然できます。やりそうですね。さあここは金鉱山をやって、これは分かっていてもちょっと家電流暢を打つかどうかぐらいのタイミングですので間に合わず。さあ中量のゴールドボーナスを獲得したのはエースゲーミング。お金差 4K まで広げることに成功です。じわじわお金差はついてきてますね。さあエースとしてはこれをもっともっと広げて試合を終わらせるくらいの大きな差にしていきたいですね。もっともっと上で圧力をかけてバロンが育ちきる前に試合を終わらせたいですよね。さあバロンもだいぶ育ってはきているんですが、まだちょっともったいないですよね。石2つはうまく寄っていますが、すごいグリマショットダメージ、タレットがどんどん削れてきますね。さあ家電流暢、ここは奥目、タサにはしっかりヒットしているが、チャクラムでもダメージを返してい いきましたクリエーション。両者の続きはミニオンになってしまいましたが、さあここはお互い間合いを確認してオンポイントをしっかり返していきます。ケストレにも負けないですね、ハラス。そしてここでプッシュをロック差し掛けていきますが、必殺はキャサリン。さあ反射ダメージ少し差に入ります。さあタサが来ているのが分かっているので無理には前に行きませんね。さあここまでは仕切り直しということになります。さあ13分を迎える時間帯ですが、今回のドルイドなんですけれども、まあ、イドリスがいるときって大体初手ヘビ仮面というのが流れだったんですが、今回は積んでいませんよね。積んでないですね。これはどういった意味合いがあるんでしょうか。飛び込まれたらもうしょうがないしどうしようもないので、飛び込まれる前にむしろ倒すくらいの勢いでタサ選手を倒しに行くってことだと思いますね。なるほど。まあ、長らくヘビ仮面という研究をしていたんですけれども、それがうまくいってる試合ってのはほとんどなかったですからね。そうなんですよね。だったらヘビ仮面よりもダメージを食らう前にサローブレードのバースを浴びせた方が火力が出て分かりやすく楽なので、まあ、今回はヘビ仮面ではなくてサローブレードと。さあブラストレマ入っているが、しかしここはうまくミストで隠れられていたので追えませんでしたね。さあ1発エンディアスにヒット、シュラウドステップで前に出るが、さあクリエーションにいいダメージ入っている。さあバロン通常も入っている。ジャンプレット届くか、ギリギリのラインだったがミストが警戒していました。ミストが怖かったのでこれ以上いけませんでしたね。さあここは迅速に下がってタサーで晴らす。これ以上は進めない状況になったがいい判断。ここは切り返してファーストタレットを狙っていく、うまい動きです。追ってしまいたいですねロックスとしては。さあタサーがここはインゴに駆けつけますが、やはりバロン早い。そして両者に追跡プラス家電流暢でクリエーションの動きを止めているが、ただ素晴らしいグリマショット2発によってドルイド選手を引かせることができましたね。よく当てました。これによってファーストタレットを最小限で済ましている。一視察はこれは誰にも当たっていないか。今回のドルイドどうですかね。5武器いきそうですか。5武器いきそうですね、このビルドをするならば。トルネトリガーいかないってことはそうですよね。おそらくいくと思いますね5武器。さあこの5武器、まあ、クリエーションに張り付かれたら一瞬で溶けてしまいますから立ち位置非常に重要になります。ここをドルイドはうまく対応できるでしょうか。注目の鍵となっています。
さあ14分半が経過しようとしております。お金差は 4K のリードを未だエースゲーミング維持している状態。だいぶバロンも育ってきつつある。集団戦としてはエコーキャサリンもいますので、うん、だいぶ返せるようにはなったんじゃないでしょうか。ロックスもだいぶ強くなってきましたね。タサも非常に柔らかいのは一緒ですから、先に仕掛けて殴れた方が勝つというようなところですね。そうですね、先に仕掛けられた方が、そしていい仕掛けをできた方が勝てるとは思うので、まあ、やりやすいのはでもエースゲーミング側ですかね。ケストレルがやはりかなりこうしてステルスで入ってきてからダメージを出すっていうのはやりやすいので、うん、当たる前からねダメージを与えることができますからね、まあ、ブラックエーザーも遠距離からダメージは出せるんですけど。さあブラストレマ、ここは反射ブロック、クルーシブル、クルーシブルですね、しっかりブロックしました。カーデン竜将は手前。さあブラストレマはしっかり防いでいるが、エコーは使わずですね、今回は何もしない形です。さあここのセカンドタルト守りきるか。さあシュラウドステップからチャクラム、ここはドリードを下がらせます。さあタレット削れるでしょうか。エンジニアスボディブロックしていたが2発は入る、十分削れています。タレットじわじわタレット削られてきてますね。さあドルイドに対してはクリエーションが圧力をかけてファームを阻害することさえできれば、あとはタサが折るというような動きになっています。さあグリマショット、いい圧力だがシールドがまだ剥がれている。一視察ドルイドにヒットしました。これで下がらざるを得ない状況になっている。さあおっとタレットダイブを選んできました。少し差がタレットをもらっている間にセカンドタレットを折る、うん、この判断が早い。さあセカンドタレットを折っていったのはエースゲーミング。これはいい判断ですね。一気に折り切れるという判断をしてから折りに行く判断は非常に早かったし正確だったと思いますね。さあ素晴らしい動きになっている。さあアーダンはここメタルジャケットを積んできた。ドルイドのダメージを守るというようなところ、そしてエコーまではもう少し時間がかかりそうですかね。そしてタサ選手はこれスランバースクに行きそうですね。スランバーハスク、なるほど。このスランバーハスクかなり誤爆が多いアイテムではあるんですが、まあ、うまく機能すれば、そうですね、うまく機能すれば非常に強力なアイテムではあるので、このタイバロンに対してこのスランバーハスク見事に機能できれば他者の生存力というのはぐっと上がります。特にケストレルは柔らかいですからね。あのジャンプジェット2発食らっただけで下手したら落とされかねないので、スランバーハスクはかなり効くかなと思いますね。さあこのビルドの選択がうまく作用するかどうかも注目の鍵。さあ17分が経過しております。セカンドタレットをしっかり折ったエースゲーミング、さらなるリードを作りたいところですが、さあここはまあプッシュしてプッシュされての繰り返しになりそうではあります。さあ家電優勝は少し差がもらいましたが、おっと近づいているが容赦に続けてしっかりフォローしている。ガントレットイン、しかしここは全員が抜け出しているまま。さあグリマショットでかなりダメージを与えていきたい。ドルイドにもよく当たっている。一視察、これは誰かに当たるが、エンジニアスがしっかりボディーブロックとしてしまう。ストライク、素晴らしい、素晴らしい攻めですね。シューリース、あーシマストライクインが非常に綺麗でしたね。早かったですね、そして判断が、いや非常に早かったですね。我々の目で追うのが大変だったぐらいの。一視察打って当たった瞬間くらいにはシマストライク張り付いてたので、あれ一視察が当たってたらおそらくもうシマストライクのダメージだけで一瞬で落ちてたかなっていうような、いやあのちょっと一視察誰かに確実に当たるというあの動きづらいタイミングを狙っての攻めでしたね。さあそしてクラーケンやってるのは当然分かっているが、さあ一視察でこれは取るでしょう。さあクラーケンが解放されました。そしてこれエンジニアス落とされるとまずいが、さあどうだ、落ちるぞ。さあこれ落とされてしまうとなると40秒は空きませんので、さあエースゲーミングが有利なままクラーケン戦を迎えることになります。んー念願のこの初勝利までちょっと遠のいてきたか。ロックスアルマダうまく耐えたい、きついですね。残り3本、ようやくドルイドも5武器が完成したタイミングなんですが、しかもエンジニアス抜きでそれを戦わなければいけないのはかなりきついが、さあ一視察これは当たっていませんが、ニオンに対しては1300ダメージ出てましたけどね。さあカーデン竜将、これはクラケン必死で処理していくが、さあおっと狙いはドルイド、しかしシマーストライクは乗れませんでしたが、シマーストライク乗っていれば落としきるかというような場面でしたね。さあサウタルトを追ってフォースタルトにも手がかかります。さあブラストレマ、これは全員に当たってるんではないでしょうか。タサ、さあここは一度下がらしてガントレットイン、さあこれは一度下がらして強引にクリエーションが折るという選択。クラーケンまだ体力ちょっと残っているぞ。これはフィックスタレットも狙われか。さあブラックフェザーを狙ってる、シマーストライク、どうしたトスダーがここは落としている。さあドロイド
ドがなんとかクリショットしたが、ドリルをシュートアップレガー、さあなんとか引き取ってクラーケンも処理できているので見つけたが、逆エースも狙えるかという場面ですが、しかしタサうまく逃げました。うん、これは無理ですね。なんとか守りましたが、しかしまだまだイドリス強いですね。ブラックエーザーが今度は一瞬で落ちましたね。イドリスの火力でまさかのホーム突撃でも落とせるくらいの火力がある。素晴らしい動きですよね、このクリエーションの。これによってチャクラムを前に投げてからの前へのシマーストライクやシュラウドステップがすごく綺麗ですよね。あれで往復を確実に当てるような動きっていうのは本当にうまいので、うん、ですね。それゆえにちょっとダメージ計算狂わされてるんですよね。さあようやく1本目折れましたね。クラーケンを1回取ってしまえばこのバロン強いんですけども、このクラーケンまでたどり着くのが非常に困難。集団戦勝たないとちょっとクラーケンは取れないと思うので、今だとさあ未だ健在のこのクリエーションのウェポンイドリスに対してロックスアルマダのバロンがどれだけ生き残れるか。4武器イドリスは後半まで強いですからね。そしてタサにはスランバースが完成して、スコッサはエコーに行こうとしてますね。アーマーそしてヘビ仮面も選んできてないドルイドのビルドですから、一度殴られただけでね、ひとたまりもないですよ。そして回復のあるグレースやライラもいないので、そのバース1回受けると回復するにはホームに戻ることしかできないと。さあインフュージョンしっかり買いました。少しさちょっとエコー買う余裕がないか、ちょっと足んないですねギリギリ。さあそしてクラーケも湧いています。プッシュしてから当たった。おっとスラバーハスクが起動してしまいましたが、さあここは一度トレントを買ってファームですね。エコーも完成した。これによってエースゲーミングより攻めのロジックが完成していると言えるでしょう。ペドルイダーこれブーツ上げることのみですね、やることとしては。さあどうなるこの試合という感じですけど、かなり厳しいのは間違いない。間違いなくそうですね、ロックスは厳しい状態であるのは変わらないので、ジャンプジェットの着地にガントレット合わせられたら本当にひとたまりもないですから、まあ終わりですね。ここはクルーシブなどで守ってあげる必要もあります。さあ22分が経過したタイミング、さあエースゲーミングが未だに圧力をかけ続ける。現在得ている貯金は約 3.4k、だいぶ差も埋めてきたロックスアルマダですが、パレット差が大きい。そしてミストが入ってしまう。エンジニアス大きなダメージ、一死一殺。これエンジニアスがもらう、かなりのダメージ。ガントレットイン、さあジャンプジェットでうまく避けるが、さあここ苦しむのを使ってみんな抜け出すことに成功。さあ右に逃げている、これはいい逃げ方ですね。ですね、まだセントリーも残っているのでこれは深くは追えない。なんとか危機は出した。しかしここからクラーケンを触る可能性もあります。クラーケン来ますかね、エースはどうでしょうか。しかし思ったよりプッシュが早くない、なのでちょっと合流されてしまいますね。そうですね、ちょっとケストレル1人でお金をケストレル上げるような動きをしていたのでプッシュがちょっと遅くて戻ってきてしまったのでクラーケンは行けなさそうですね。そしたらいい地雷が置いてあるので、うん、触られた瞬間に場所は分かると。面白いところに置いていますエンジニアス、まあ、あれは確実に踏んでしまうと思うので、触ろうとしたら踏んでしまってやっていることというのはすぐに分かるので。おっとブーツではなくメタルジャケット、かなり面白いビルドパス。ブーツなかなか上げないなと思ってたんですけど、相当足遅いですよこのバロン。この鈍足バロンどうするつもりなんだ。あとクリエーションこれバックドア行ってませんか。行ってるか、地雷でバレていますよ。いやドルイド帰りましたね。あっと帰れてない、帰らせない動き。さあドルイドがグリマショットかなり圧力回っているが、一進一退がここは当たらない。クリエーション行ってるぞ。しかしマンゴーは帰れるので大丈夫そうか。ただドルイドが一人で倒されそうになってる。あとマンゴー帰ってないぞ。どうした、マンゴー帰れなかったか。さあどうだ、さあ2人帰ったが、いや2人帰っている。なのでこれはクリエーションが、いやただすごい早い、非常に早いが、さあシマストライクで緊急回避もできるが、さあしかしさすがに2人がかりはどうしようもない。さあブラストレマーで動きを止めています。このままカウンターを狙うこともできるが、さあミストはここが感謝ブロック。さあこれクラーケン逆にやるんじゃないでしょうか。なんかやりたいですねロックスは。これですね、こうやってリコール阻害をしている間に、いやドルイド遅いですね、足足が遅すぎる、異常に遅い。いやちょっとメタルジャケットに抜かされる始末。今日はまあ良かったんですけど、もともとバロンはとてつもなく足が遅いので、かなり苦し紛れの選択になりましたね。まあ、むしろバロンがブーツないのを見てからあのバックドアに行ったと考えてもいいくらいにはバックドアが早かったんで、いやこれ行くんじゃないですかバックドア。うん、しかし取って1回帰りますね、バックドア行ってる可能性があるので。なるほど、タサンド
スコッサでもやはりバックドアを狙えてしまいますかね。まあもうタレットがないので、はい、他差のダメージで折り切れる可能性がありますよね。相当時間はかかりますけどね。いやもう徹底して後ろに歩いて戻って確認してから前に行きますね。ですね。ロックスもそこは警戒してますか。となるとこれはほぼクリークラーケンになりますよ。ただまあクリークラーケン取らないと取られた瞬間に負けがほぼ確定してしまうので、はい、まあ僕フリークラーケンになろうがなんだろうがとりあえずクラーケンを取って時間を稼ぐっていうことにもつながってますよね。さあエンジニアスの位置がこれは見えていないのではないでしょうか。ボルイドが足が遅すぎてセルプラストトレまで動きを止めます。さあこれで時間を稼げる。ここで追ってさあジャンプレット、いや届かないか。いや終わりですね。いや1本で終わりですね。かなりこれは、うん、遅い進行という形になります。足の遅さがここであだになりましたね。ですね。このジャンプジェットの速度バフとそのジャンプレートの飛距離のみということになりますからね。すっごく遅いですね。かなり遅い。びっくりするくらい遅い。25分のバロンとは思えないですね。いやまあ普通ぶっ積んでますからね。いやここ殴れてしまうんですよねバロンだと。非常にこの12レベルのバロンですからね。いやこれもうジャンプレートクリエーションに近づいてる。おっとダメージが入っている。いやクリエーションこれはマンゴーが落としきるか倒せるか。なんとかシュラステップで下がるか。さあマンゴーどうやポイント。素晴らしいマンゴー。そしてフェイントハートでしっかり避けているミスト。あっとしかももう一発スランバーハスが起動してフェイントハート。さあマンゴー、いやドルイド遅い。場所がただわからないぞ。さあ右ミストブロックしてるがとんでもないダメージだ。すごいダメージ。さあここはマンゴーがやられてしまうがこのケストレルを終えるはずがないドルイド。いや無理ですね足の遅さ的に。むしろこれ逆にミストハメスが怖い、うん、やられかねないですからここは一旦下がるしかありません。仕切り直して1分後のクラーケン戦になりそうですね。これビルドの変化ないですかねドロイド。もうずっとこれでいきますからね。いやないと思いますねおそらく。じゃないとクリエーションに5武器で触られた瞬間負けるので、まあ、防具はさすがに欲しいと。ただ5武器は5武器で外せないというところなので、まあ、テンション棒と相性いいですからね。そうなんですよね。バロンはとにかくテンション棒は強いのでなかなか後半によって無理たくないアイテムですし、まあ、サローブレードはやっぱり武器力上げてロケットランチャーのダメージ上げるっていう意味では大事ですし必須ですね。そしてクリティカル確定クリティカルっていうのもこのジャンプジェット、そしてジャンプジェット2発っていうのとそしてテンション棒の2発にもクリティカルが乗るっていうのはすごくあの相性がいいビルドなので、はい、正直5武器をやる上でまあ変えるならサローブレードをヘビ仮面に変えるくらいしか変化はないと思うので。なるほど。まあこの5武器はそのままにしたい、かつクリエーションからのダメージを軽減したいとなるとブーツを売るしかないですけど、この選択は果たしていいのか悪いのかどうなんでしょうか。さあここは容赦に続いてスコッサーをダメージを与えていきますが、さあここのサードクラーケン戦湧いたのでこれがラストになるでしょう。地雷はだいぶコンスタントに置いているのでバックドアに対してはしっかり警戒できています。とにかくエンジニアスは地雷を置くことを徹底しているのでバックドアは無理ですね。さあかなり追い込まれてしまっているロックスアルマダ。ジャンプデッド一発でもしかしクリエーションにはいいダメージが入っていましたよね。いやそしてオンポイントもだいぶいいダメージが出ますね。うん、だいぶシャッターミス、さらに、ピアシングスピア、ピアシングシャードということですね、はい。そしてさあお互い倍をし直して当たる順じっくりじっくりです。いやクリエーションもイージスをやめてメタルジャケットに変えているので、うん、やはりあのダメージがかなり効いていたということですね。バロンはどうですかねこのビルドはっていう感じになってしまいましたね。さあ28分半が経過したタイミングです。ドレイダーとにかく引き気味のポジショニングをずっと取ってますね。バックドアがやはり一番怖いので、まあ、しかも足が遅いのでバックドア対応がとにかく遅いですよね、うん、バックドアが多分今一番やられて嫌なことだと思うので番号一人では下手したら守れない。いや守れないと思いますね。可能性ありますかね。オンポイント外してしまったりするとクリエーション一人で行かれると止められない可能性が大きいので、ええ、まあ、通常攻撃で確実にダメージ与えられるバロンがやっぱり帰りたいですよね。うん、相当ロックス的には縛られているという状態です。いや徹底してマンゴーはまたしてもうバイオするために一回リコールをしてバイオしに行くくらいには徹底しますよね。さあメタルジャケットも完成している。まあ当然ここはお互いジリジリになってしまうのは致し方ないことではあります。当たり方下手をすると負けますかねお互い。うん、バロンは育っているんですがバックドアを警戒しないといけないというところで
完全にロックスも圧力をかけれる時間帯とは言えないことになってしまっている。そうなんですよね。これイースがしっかりとバックドアを警戒させるまでにタレットを折り切ったことと、ね、あと一回やっぱりバックドアをしていることによって相手としては来る、もう一回来るかもしれないっていう意識が強く植え付けられてますよね。脳裏に焼き付いてしまっているので、しかもあの速さで削れていたのでタレット残り半分くらいと、あのかなり惜しかったですね。クリスタル半分くらいまで削れたので、あれタレットがなかったら確実に終わってましたからね、あのバックドアで。となると今バックドアに行ったらクリエーションは確実に折り切れる火力があるということで、ロックスとしてももうバックドアで負けるの一番メンタルにきますからね。ここまでしかもバロンで30分、まあ戦略でもう絵に描いた戦略負けですからね。そうなんですよね。しかも30分まで我慢したバロンを持っていてバックドアで負けるっていうのは本当に一番最悪のことなので、いやかなり足が速いが、しかし地雷で分かっている。ドルイドが一応帰る選択、これはおっと行きますね。行ってるぞ、タサ行ってる行ってる、ブースを使っている。さあかなり速いが、かなり速い。さあタサ殴れている。ガザ見つけた。さあドルイド、さあガントレットで動き隠れられて場所が分からないぞ、分からない。さあだいぶ削れた後、さあこれはこれは3人がかりのバックドア、これは足の遅さも影響しているか。かなり強引ではありましたが、見事にこのエースゲーミング、難しいバックドアでしたけど制しましたね。新しいバックドアでした、見たことがない。3人同時に走り込むバックドアっていうのはなかなかないですけど、やっぱりこの鈍足はちょっと効いたかなっていう印象あります。いやそうですね、それゆえにちょっと真正面からバックドアされてしまいましたね。そうなんですよね。そしてやっぱりあとはエコガントレットと、あとケストレのミストっていうところもあり、やっぱりバックドアしやすかったのと、そしてケストレルがバックドアに来ないと思っていたと思うので、ホームの、あのクリスタルの周りには地雷がなかったですよね。それによって、はい、バロンがジャンプした瞬間消える、ジャンプジェットの効果が切れたら矢を撃つで、また近づいてきたら消えるっていうようなことができたので、まあ、下手したらあれバロン一人でもバックドア止められてなかったんじゃないかなっていうような状況になってしまいましたね。あ、なるほど。ターサー一人でバックドア行ってバロンが警戒したとしても、警戒したとしてももしかしたら終わってたかもしれないと。ちょっとウルト当てれて視界を取らないことにはスティルスで消えられる、殴られる、消えられるを連続されるとちょっとどうしようもなかったかなってくらいにはきつい形になっていたので、まあでももうあそこまで先に有利を作ってたエースゲーミングが素晴らしかったと思いますね、今の試合感。いやー、やはりこのエース VS ロックス戦というのはかなりドラマがあるんですが、最後の最後は本当にあっけないものというのが今回もまたしてもその最後の一瞬がロックサラマ足りなかったということで、そうですね。ただまあもうあの腹を決めてプロテクトキャリー構成をやったんですけれども、やはりクリエーションのイドリスにはちょっと勝てなかった。カウンターですからね。やっぱりあの波のイドリスであればドルイドのバロンは生き延びることができるんですけど、クリエーションのイドリスは波のイドリスではないので、もう格の違うイドリスと言っていいと思うので、やはりあのイドリスからバロンで逃げ切ってダメージを返すということができたのはたった1回あっただけですかね、クリエーションのイドリスを落とせたシーンは。そうですね、一度ジャンプジェットの奇襲で、ゴブキが効いて落とすことができたんですけども、あれ以外はもう何もできずといったところだったので、うん、まあ、これは本当にエースゲーミングが、まあ、7週にわたり全てにおいてロックサルマダを勝ち切ったという、まあ、結果が残ったので、もう本当に名実ともにサマーシーズンの EA サーバーの王者と言っていいんじゃないかなという試合を見せてもらいましたね。そうですね、さあサマーシーズンの王者という称号を名のもとに、さあ決勝戦はエースゲーミング VS デトネーションゲーミングという形になりました、はい、さあこの後3位決定戦が行われる予定だったんですけれども、クリエイトの危険により、はい、ルールの規定に3位決定戦は、ロクサルマダの不戦勝という形になっております、はい、こちらはもう3位決定戦出場できたとしても、そのベイングロリエイトのルール規定によりまして、はい、3位決定戦は不戦勝という形になっております、まあ、行うことができないという形になっている、はい、ということなので、まあ、残念ながら、ね、クリエイトは今週は4位とそうですいうことになって、ロクスが3位は確定という形になりますね。はい、さあということは、この後決勝戦が行われるというわけなんですけれども、はい、20分ほどインターバルを挟ませていただきたいと思います、はい、我々は一旦ここで失礼いたします。